皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今ご紹介、預かりました、有限会社リスワールドのミッキー氏だと申します。これもバッチリですね、ミッキーのマークが書いてあるんですけども、なぜ僕がミッキー氏なのかは時間があったらお話したいと思います。で、今日1時間半だと思って僕予定してて、一応内容は3時間分ぐらい持ってきているんですが、さっき聞いた打ち合わせしたらですね、12時前に1時間50分ということで、やっぱ事前準備って大事だなと思いましたので、できる限りかなり早口で僕喋りますので、聞き取れない方は、後で一応 YouTube でもアップするんですけど、あそこにビデオカメラがあるので、映りたいなって人は後ろ向いてピースサインしてもらえば映りますので、はい、お孫さんにとかご主人とかですね、見ていただければなと思いますので、今日はよろしくお願いします。はい、まず最初にちょっと僕のちょっとナルシストっぽい感じが出てますけども、まず自己紹介をさせていただきたいと思います。有限会社アリスワールド と、 あと株式会社 CTF から仙台と2つの会社を持っています。で、CTF から仙台の方はいろんな東北の美容室さんで経営に困ってらっしゃったりとか、技術的なことを、インストラクターとか指導員、エリアマネージャーとして技術を伝えに行っているんですね。あとはアリスワールドは、今2店舗直営店をやってまして、あと1店舗がフランチャイズで経営をさせていただいています。で、僕は宮城県と新潟のハーフなので、皆さんもハーフの方いっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、ぜひこのネタを使っていただければなと思います。で、すごい仕事が大好きな、大好きすぎる伸び盛りの、49歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。趣味はですね、多読って書いてますけども、読書っていうかあれじゃないですか、じゃなくてこれ多読って言ってたくさんの本を読むのが趣味なんですね。で、本も、1ページから最後まで読むんではなくて、自分まず目次を見て、目次のところで自分に必要なところだけを読んで、それから、必要なところだけ読んであとしまうっていう、その読み方をしているので、多分壁の部屋の8畳の部屋全部が本棚になってます。はい、なので多読はすごいおすすめですね。で、必要なところだけ読んだらしまう、それでまた必要になったらそこがまた必要なところがまた飛び出してくれるので、ぜひそういう読み方をしてもらったら面白いと思います。あとは動画制作だとか、こういう、切って貼ったりとか映像関係とかが、今日ちょっと映像やりませんけども、そういうのも大好きです。あとは笑顔流筆文字っていうので、顔の中に文字の中に笑顔を入れるっていう、筆文字もやってるので、たまに書道、髪型見て書道家ですかって言われるんですけど、これちなみに癖毛なんですね。パーマじゃないんですよ。で、小さい頃いじめられててですね、これで学校、この長さで学校に行くとちょっといじめられちゃうんですけども、すごい嫌で、あだ名がラーメンだったんですよ。こう笑うところなんですね。ラーメンって言われて、すごいそれが嫌で、僕は美容師になって、悩んでる人、癖毛で悩んでる人を助けてあげたいっていう思いがあって、今、あえて癖毛にしてます。なので、やっぱ癖毛でもこういうデザインもあるんだよって、癖毛を自分のデメリットを言うんじゃなくて、これをメリットに変えるっていう、そういう伝え方をしています。で、家族は妻が、1人と、男2人と、2男1女でございます。今、ちょうど一番大変な中学3年生ですね、受験シーズン、また中で、カエルを育てて、全然受験と関係ないことをしている息子と一緒に住んでいます。はい、で、テーマパーク型経営セミナーっていうのをやってますけども、別に被り物のですね、キャラクターがミッキーさんとかプーさんとかですね、がいるわけではなくて、やっぱりスタッフ一人一人がやっぱりお客様をおもてなしするためにはどうしたらいいか、後でまたお話しますけども、やっぱりアリスワールドにお客様が来てくれるんではなくて、佐藤さんに会いに来る、鈴木さんに会いに来る、あなたに会いに私はここに来たんだよっていうことをスタッフにも伝えています。それからあと101個の夢の叶え方セミナーっていうので、この間、DVD を発売しまして、夢っていうのは1個ではなくて、約101個ぐらい夢があって、その夢をみんなで描けたらいいなと思って、そういうお前ならできる会っていう会も持っています。はい、あとは FM 泉を聞いたことあると思うんですけども、みんなの学校って水曜日お昼からやってるんですけども、そのラジオの、副学長もさせていただいてます。多分3ヶ月に1回ぐらいなんですけどね、やらせていただいております。はい、ということが僕の自己紹介です。よろしくお願いします。それで、ですね、これは今ざっくりいきます。幼少期、高校時代、社会人、現在ってあるんですけども、ちょっと端折りますね。幼少期はですね、暗くて1センチぐらいの折り紙で折り鶴を折るぐらい、今見た目明るいんですけど、めっちゃ暗かったんですよ。で、のび太くんみたくですね、ずっと折り紙を折って、1センチの折り紙で5ミリの鶴を作って、お母さんすごいっていうふうに言ってるぐらいの子供でした。でも、その手先の器用さが今の美容という仕事につながったんではないかなというふうに思います。で、高校時代は16歳で僕、親と離れてですね、親からは
見捨てられたのか、僕が親から離れたのかなんですけども、親からいろいろ言われるのがすごい嫌でですね、全寮制の高校に入りました。15歳、中学卒業して、3年間別々に親と一緒に生活しました。その時になったのが、うつ病と無気力症だったんですね。自分がなぜここにいるのか、自分がこの高校にいたり、自分の存在価値が全くわからない時があったんですね。でもそういうのも苦悩も乗り越えて、高校時代過ごしました。で、活字を見る、今は活字が大好きなんですけど、活字を見るとジンマシンが出るぐらいめちゃくちゃ本が出てるんです。ところが今は多読になっているというですね、ことです。で、社会人になってから、僕美容師と理容師と、あと運転免許と管理美容師や毛髪診断士という資格も持っているので、まあ、髪の毛に悩んでいる方、薄毛だとか、くせ毛だとか、あと白髪がなぜ出るのかとか、その髪の毛の悩みに対してプロとして答えられたいなということで毛髪診断士の資格も取りました。この中にうつ病出身の方いるか分かりませんけど、僕はうつ病出身です。なのでうつ病出身の方の気持ちっていうのはやっぱうつ病になった人しか分からないんですね。どんなに力を入れて頑張ろうと思っても頑張れないんですよ。でもその気持ちをやっぱり分かってあげたいなと思うので、もし一緒にうつ病の方出身の方いたらぜひ仲良くしていただければと思います。はい。で、今は現在は3店舗、2店舗と1店舗をやってまして、あとは特許も取っておりまして、リタッチボードっていうそのストレートを塗るときに薬の塗り分けをするんですね。適当な仕事をやっぱりしたくないんですよ。違法建築ではないけども、美容室行っても長さが違うとか、いろいろあると思って、かかりが弱いとか、こっちが強い弱いってあると思うんですけど、それをちゃんと誰がやってもできるような、そのストレートを伸ばすのをきれいに伸びるような特許も取りました。で、そういうのをやりながら、まあ、サロン経営をして、本当に今人生楽しく、仕事がもう大好きすぎるので、仕事も遊びも正直区別がないです。はい。という流れなんで、今日はよろしくお願いします。それで、通常ですね、僕はアリスワールドの名刺を渡すんですけど、全然関係ないところではこの名刺を渡すんですね。無職、ミッキー・シダっていうのを渡すんですけど、タクシーに乗ると、国分町からタクシーに乗るじゃないですか。その時に、この名刺をタクシーのドライバーさんに、僕無職なんですってこう乗るんですよね。そのタクシーのドライバーさん何て言うかっていうと、無職の人はタクシー乗れないよって言われます。わかります？誰が決めたんですかって。僕の中での辞書の中には無職は3つあるんですね。色がつかない無職とか、仕事がない無職とか。僕はこの無職、夢の職って、皆さんのやってる仕事も誰かの夢のお役に立ってるって、僕たちの仕事は誰かの夢のお役に立ってるんだっていうことを、もっと大人たちがそれをはむと発表して発言して、子供たちにお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんやってる仕事は誰かの目標、夢のためになければならない仕事なんだ、誰かの夢のお手伝いができる仕事なんだっていうことで、タクシー乗るとき毎回言ってますから、ね、一応人見ます。なんかちょっと怖そうな運転手さんには黙って乗っていくんですけど、無言なんですけども、すごい感じがいい方だとすごい話をしてくれて、で言うんですけども、そうすると名刺を、僕この名刺をトレーありますね、運転者がいてここにこうトレーがあって名刺を置いておくんですけど、信号待ちでこの名刺を見てくださいって言って、信号待ちで止まって名刺を見たときに、タクシードライバーさんがこう言います。やられたって言います。そういうことかって。そしたらずっと20分間ぐらい無料で僕のセミナーが始まるんですね。国分町から高陽台、自宅高陽台なので高陽台まで行くと大体 2,30 分かかるんですけど、無料のセミナーが始まります。で、最後に降りるときに僕がお金を払ってタクシードライバーさんにありがとうございました、僕もありがとうございました、僕の話をご清聴いただきありがとうございましたって言っていつもやってます。でもタクシー業界が変わらなければ多分世の中変わらないと思ってます。まあみんなの仕事もそうですけど、タクシーの人たちというか、タクシーを利用するときって、例えば家からどっかに行くときにタクシー乗る方いますか？車持って、車ですよね、ほとんど。例えばどっかに行くときに、それは困ってないからなんですよ。タクシー利用するときっていうのは困ってるときしか利用しないと思うんですよ。荷物が重い、急に雨が降ってきた、電車が止まったって。だからタクシードライバーさんに僕言います。タクシードライバーさんは僕の今日のスーパーヒーローですって。僕は国分町から帰るのに歩いて小江戸まで帰ったら2時間かかるって、酔っ払ってるしって。でも佐藤さんが今日目の前にいてくれたから僕の中ではスーパーヒーローです。スーパーヒーローの佐藤さんがやっぱ仕事が楽しくなければダメだと思うんですって言って、降りるんですね。僕はすごい酔っ払った勢いで気持ちよく家に帰って寝るというようなことをしています。まあ、なんでこれ、あとタクシードライバーの話も後でね渡していきますの で、 で受講者さんはトレーってありますけど、携帯電話はマナーモードというのはどこでもね多分やると思うんですけども、あとオーバーリアクションで笑っていただけないとですね、僕一人ぼっちになってしまいますので、ぜひおかしくなくても笑ってください。
来年宮城県で全国大会があるということで聞いてたんですけども、笑顔って作り笑顔が一番最高なんですよ。マクドナルドに行くと0円ってありますよね、笑顔は。でも作って笑う笑顔って意識しないと笑えないんですよ。なのですごい大変ですけど、必ず意識して笑っていただければなと思います。で、眠い時ちょっと朝本当だったらいつもだったら土曜日寝てるなっていう時間かもしれないんですよ。本当は今日11時ぐらいまで寝てなかったな。でも皆さん時間を作って今日来ていただいたので、眠い時は寝てもらって大丈夫です。その代わり5分間ぐらい目をつぶると頭の中がすっきりしますので、夢の世界がどんどん待ってます。で、僕たちはどんどん先に進んでいきますので、はい。で、皆さんメモ帳、今日メモ帳を持ってらっしゃいますかね。全員ね、素晴らしいと思います。なんでかというと、成功する方はいつでもどこでもメモを取る癖があります。例えば会社なんかでも、例えば上司の方が話をしたときに、何もないで話を聞いてると、お前これメモくらい取れよとって言っても、メモはちょっと今日持ってきてないんです。でもすごい社員さんは常にポケットにメモを入れてて、社長ちょっと待ってください、今メモをするのでもう一回お願いしますってやっぱりやるんですね。それだけでも全然やっぱ違うと思うんですけども、メモを取る癖がある。ということですね。で、たまにこういうところで話してメモ帳を忘れた人がね、とっさに隣の人がすみませんメモ帳貸してもらえませんかとかですね、引きようがありませんかっていうのも結構あるんですけども、今日は皆さん完璧だと思います、はい。あと毎日毎晩本を読む癖があるんですけど、毎日本を読んでる方っています意識して、あ、結構 5,6 人いらっしゃいますね。で、もっと、ちなみに皆さん日本人ですかね。いや、一人だけです、日本人。手を挙げられた方がお一人だったので、あと山内さん、後で愚痴不平満カードを先にちょっと渡してほしいです。今一人だけだったので、はい、いろいろプレゼントがありますので、なぜかっていうと、日本人と本っていう話なんですね。これどういうことかっていうと、この文字の中に、ちょっと待ってね、文字の中に日本人、ここに毎日本を読む人のことを日本人と言います。いいですか、いいですか。もう一回いきますよ。毎日本を読んでる人で1名です。あ、さっきなんかあげたけどもう何年ももらえないですね。はい、ちょっと遅かったですね。さっきのタイミングであげていただきたかったんですけど、毎日本を読む人のことを日本人と言いますからね。わかりました、わかりました。今ちょっと時差がありましたね。今多分ここは日本とアメリカぐらいの距離がありましたけど、毎日本を読む人のことを日本人ということなので、ね、いろんな国の方いますけれども、ちょっと考えてみたら、あ、そうか、なんで日本人は本をいっぱい読むのかなって、言葉の国って言われてますよね。なので言葉の国だからこそ、言葉で何かを伝える、言葉で言ったことで相手を気持ちよくさせたり、気持ち悪くさせたり、怒らせたり、褒めてあげて喜んでもらったりってあるんですけども、それはやっぱ言葉の世界で、それが文字になっているということですね。はい、これぜひ使ってくださいね。それではちょっとですね、僕一人ばっかりでもあれなので、今日皆さんも多分、僕はあんまり緊張してないんですけど、皆さんはちょっと緊張しているかどうか分かりませんけど、ちょっとアイスブレイクっていうのをしたいと思います。隣同士は知り合いの方多いですか。隣同士は大体そうなんですよね。大体いつもこういう会場に来て知り合いの人が上下に座るってあんまないんですよ。ですよね、顔見ると。なので今日は隣同士は知り合いなので、前後1列目の人は後ろを向いてもらって、1、3、5の人は後ろを向いてもらって、まず自分の名前の自己紹介していただいて、で、どこから来たのか、宇宙から来たとかですね、いろいろ未来から来ましたでもいいので言ってもらって、あとは今日参加した理由がすごい大事なんですね。で、なんでかっていうと、みんなここに何かわからないけど首根っこつかまれてここに来たっていう人いますか。なんか気づいたらこの席に座って、開けたらなんかミッキーさん座ってたみたいな人っていないと思うんですよ。必ず自分の意思で、この遊学のレクリエーションの今日のセミナーがあるっていうことを自分で申し込んで自分で書いてきてるんで、理由があると思うので、その理由をですね、ぜひ2分ぐらい、1人1分ずつぐらいでお話してもらえたらと思います。1人で2分話すとですね、嫌な人になってしまいますので、大体気を使いながらですね、1分ずつぐらいこれを言って終わったら笑顔で拍手してあげてください。はい、その作り笑顔でよろしくお願いします。じゃあ1、3、5、7の人がちょっと後ろを向いて、名刺交換でもいいです、自己紹介よろしくお願いします。
ありがとうございました。ちょっと時間切りですけども、物足りない方は終わった後また指示していただければと思いますので、一度じゃあ前を向いて見てもらってよろしいですか。いや、今僕こっちから見させていただいたんですけど、すっごい良かったですよ。多分ご主人といつも会話してる笑顔と一緒だなって思いました。はい、家に帰ったらご主人のこと3つ褒めるとか、まあ、旦那さんは奥さんのことを3つ褒めるとか、毎朝なんかいいですね、おはようございますだけではなくて、やっぱり褒めてあげるってすごい大事ですね。その承認って言うんですけども、やっぱり相手のことが嫌いだと思うと相手も嫌いになってしまう。ただそれと一緒だと思うんですね。で、多分初めてお会いした人とっていうのは緊張するかもしれないですけど、でも今そうやってやった笑顔、こっちから見た笑顔はすごいエネルギーがありました。輝いてました。これが職場だったりとか、こういうレクリエーションの協会だったりとか、利用してくれる方たちは皆さんの笑顔に会いに来てると思うんですよね。で、僕もレクリエーション協会さんのホームページを見させてもらいましたけど、やっぱり笑顔とか心って書いてあるんですね。で、その心っていうのは何なのかっていうのも後でまたお伝えしていきたいと思いますけども、最高の握手ちょっとすんで、ね、忘れちゃいましたけど、握手と最高の笑顔です。握手だけでも言えば分かりますよね。握手したときにちょっとこの人とあんまりお近づきになりたくないなというか、ね、力がねちょっと抜けてるんですよね。ですよね。でも愛してる人だったらギュッてやるんですよ。例えばペヨンジュンって言うと受けるのかな、あんまり受けないですかね。皆さんお若いですからね、20歳ぐらいだと思うので、例えばジャニーズ事務所のジャニーズの人が来てくれたと、そして今来るよって言ったら絶対手をギュッて握りしめますよね。はい。なので朝ご主人おはようございますって言ったら握手してギュッて握った、その力加減で愛情表現が分かるっていうね。はい、すっごい大事ですね。で、僕も大体妻にやろうと思うとおはようございますって言うとおはようとか言われるので、今日は三河健一っぽいとかですね。自分で楽しむしかないんですよね。だって機嫌は相手が取れないと自分が取るもんだから、自分でフィルターだと思うんですよ。言われておはようって言われて、あ、多分昨日は子供のいろんなので行事で忙しくて仕事も頑張って忙しかったんだなって、だから今日のありがとうっておはようっていうのは暗くても自分の受け取り方があるんだって思います。だから僕の知ってるところでこんなとこありましたね。ちょっとこれね、って言われるかもしれませんけど、遅れてきたスタッフがいたんですよ。遅刻してね、遅刻して知ってくれたスタッフに、普通だったら何遅刻してるんだよってね、8時半までに来るって決まってるのになんで遅れてくるんだってやっぱ言うわけですね。そうするとその子は言われる行動に対して言われるからシュンとなると、その日一日あ先輩に怒られたってなるんですけど、僕の知ってる美容師さんの人はこう言います。遅れてきたらいいねって言うんですよね。って俺遅れてきたのにってなるわけですよ。で、なんでいいねなのかと思ったら、無事到着してくれてありがとうって、無事出勤してくれてありがとうって、交通事故で遅れてたかもしれないって、でも来てくれてよかったよっていうのを承認してあげるって、僕それ聞いた時にもう涙出そうでしたよ。素晴らしいなと思いました。だから子供も一緒ですね。帰りが遅くて例えば7時までだよって言って遅れたのに、遅れたことを怒るんじゃなくて無事帰ってきてよかったよっていうことを伝えてあげると、多分子供は受け入れてくれたって、承認してくれたっていうことだと思うので、多分サロン美容室でも多分そうだし、こういうところでもやっぱお客さんが急いで10時までだったら急いで来ると思うんですけど、あ、でも事故を起こさないで無事ついてよかったですねって一言受け入れてあげるだけで全然多分違いますから、言葉の本当にちょっとした使い方っていうのが大事だと思います。はい。ではちょっとさっき泉さんと話したんですけど、この〇〇じゃんけんっていうのは後出しじゃんけんでやったことあるっていうことだったので、ちょっとこれは端折りますけど、後出しじゃんけんでやったことない方いますか。みんなあるんですかね、後出しじゃんけんは。この1分時計っていうのはありますか。ないですか。じゃあ1分時計をちょっとやりたいと思うので、今僕1分計ります。なんでこれをするかっていう と、今もうこれ話し始まってからだいたい15分ぐらい始まってるんですね。でも1分ってどのぐらいの長さかっていうのを皆さんに目閉じてもらって、僕1分測りますから、1分経ったら目開けてください。いいですか。その場で寝てしまってる方もたまにいるんですよね。終了ってことで黙ってると3分ぐらいずっと目閉じててっていう方もいるんですけど、1分っていうのはどのぐらいの体感なのかっていうのをぜひやってみたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。人によってこれ全員同時にバッて開いたらやばいですよね。何の団体だみたいな感じなんですけど、いきますよ。この今タイマーで1分測りますから、1分経ったら目を開けて、
けてくださいね。用意スタート。今1分です。どうですか？ぴったし、ぴったし、トゥルって今なったのと同時だった人っていますか？何言います？すごいですよね。拍手です。では、質問します。今、1分間は60秒ですよね。では、1日は何秒だと思いますか？多分これ考えたことないですよね。1日1秒、2秒、3秒、4秒って、ああ、寝るときに、あ、今日は何万秒だった、幸せだったってないんですけど、今お伝えします。8万6400秒です。どんなに計算したって8万6400秒になります。8万6401秒ある人がいたら、多分未来から来た人ですね。はい。なので、この8万6400秒の時間をどう使うかっていうことがすごいやっぱ大事なので、ぜひ時間というものを意識していただければなと思います。去年の1月1日に、今年は変わる。今年は最高の自分のいい年にしたいって思ったんですけど、残りあと2ヶ月切ってるんですね。なので1年前の元旦の時の気持ちが一番エネルギーが高いです。で、その時にまた1年経った時に自分は同じ今回の1年間の夢がクリアできてるかどうか、時間相当過ぎてますからね。でもできないんですよね。やっぱり時間を意識してないと忘れてしまうので、必ず僕たちは死んでしまいますから、僕は必ずいつも死ぬこと以外は稼ぎ傷っていう言葉があって、何か嫌なことがあったり、いろんな出来事があったとしても、死ぬこと以外はかすり傷って思います。なので、やっぱり震災で亡くなられた方の、今日、生きたかった一日が今日なんですよね。でも僕たちは、やっぱり生かされてるから、やっぱりできること、やれることもいっぱいあると思うので、そういうふうに時間を本当に大切にしてほしいなというふうに思います。で、写真撮影、録音とか、SNS は通常禁止って言われる、僕の場合はビールと一緒で、オールフリーっていうビールがありますけど、オールフリーなので、写真どんどん撮っていただいて、ぜひお孫さんとかお友達とかに今日こんな話いて、なんか面白い人来たよっていうことを話してもらえたらなと思いますので、ぜひ言ってください。で、共感した内容っていうのが、今日メモしてる内容がですね、72時間以内に誰かに必ず伝えてください。なんていうかわかりますか？3日前の朝食何食べたか覚えてるかと。72時間経ってるんですけど、僕もわからないんですよ。3日前のやつがどっかのフランス料理食べてれば覚えてると思います。毎日納豆納豆納豆だったら覚えてるかもしれません。納豆って分かるんですけど、なので72時間以内にエビングハウスの防御曲線になります。72時間経つと 70% ぐらい忘れてしまいます。なので残念なことに、今日帰る頃には大体 25% ぐらい忘れてます。はい、多分外出て散歩歩くと忘れてしまいますので、必ずシェアをしてください。よろしくお願いします。これ70年という数字、さっきも下でね、お話しさせてもらったんですが、70年という数字、これ説明できる方いますか？皆さんに関わる数字なんですけど、わかりますか？70年って、この日本レクリエーション協会ができてから約70年なんですよ。そこをぜひ知ってほしいな。70年の歴史の諸先輩方が作ってきてくれたところに今があるんですよね。まあ、宮城県がさっき67年とかっておっしゃってたので、まあ、うちの母親ぐらいの年齢だと思うんですけども、ちょうど僕、ホームページ見たら昭和44年生まれなので、44年の時はサンサシグレを作ったそうです。レクリエーション協会で、はい、出ました。これが創設から70年です。ぜひレクリエーション協会の入ってらっしゃる方なので、ぜひ今覚えてもらえればなと思います。で、この6万人程度の方、この流れでいくと日本全国の会員さんですね。宮城県でさっき1400人くらいっておっしゃったので、
全国で6万人いらっしゃるんですって、まあ、ホームページに書いてあるんですけど、6万人分の今日50人ですからね。だから皆さんは代表なので、今日いらっしゃってる50人の方が来年宮城県でやった時に、まあ、何万人ぐらいいらっしゃるんですかね。来年は6万人は来ないですね。1万人ぐらい。6万人来たらすごい入れないですよね。もうね、もううちの公安公園使わないと入れないぐらいの感じですけども、1万人ぐらいいらっしゃるんで、1万人の方をお迎え入れる代表が皆さんだと思うんですよね、はい。じゃあ70年企業って何があるかあったら、ソニーとかカシオ計算とかヨネックスとかエステーツと同じぐらいなんです。そのぐらい僕も日本レクリエーション協会が歴史が長いんだなっていうことにすごい驚きました。僕もお店やって今20年目なんですけども、ちょうど今年20歳を迎えたんですね。なので70年ってやっぱすごいと思いますよ、はい。なのでそういうところで皆さんは働いてらっしゃるっていうことですね。でこれはホームページからちょっと抜かせてもらったんですけど、いろんなところに心心って書いてあるんですよ。見たことありますかね。公認指導者は心の元気づくり、人の心を元気づけていく。すごい僕ここが気になってて、僕もここがキーワードなんですけど、こういうのもありますね。活動を終えて結果として楽しかったと感じてもらうんではなく、楽しかった、心の元気が高まった。だから楽しかっただけではダメだって言ってるんですよ。帰ってから心が元気にならなければ、やっぱりレクリエーションをやった意味がない、その場だけではないんですよっていうことをおっしゃってます。で、意図的に活動を展開する。レクリエーションを学ぶ理由には、そうした意味が込められてますということで、僕も学ばせてもらいました。そして僕がずっといろんなセミナーで話させてもらっているのがこれなんですね。今、心って出ましたけど、心構えが必要なんです。何をするにしても、嫌だなっていう心構えだったら行動は起きないんですよね。でも、何か例えばこれからどっかに楽しいところに行くよってなったら、ワクワクウキウキすると思うんです。心が最初変わりますよね。行ってから、楽しいってはならないんですよね。やっぱ楽しくなって思うから、じゃあ車乗って行こうってなるんですけども、これ心構えっていうのが、言葉を変えるとこういうことです。心が前にあるんです。行動よりも先に心が前にあるので、心が前になければ相手にも優しくできないし、ホスピタリーもできないし、おもてなしもできないと思うんですよ。なんで俺はこんな人にやってあげなきゃいけないのかなって、なんでこんなわざわざね、やんなきゃいけないのかなっていう心があったら、絶対笑顔も出ないと思います。僕今セブンイレブン、そこの近くのセブンイレブンに寄ったんですけど、名前ね、なんだろう、関本さんっていう方、すごいやっぱこういう仕事してるから、すごい、ね、名札とかしてるとめっちゃ気になって、レジ入ってたんですね。そしてレジやったら、すっごい感じが良かったんですよ。なので今メモしたんですけど、来るときにコンビニに入って、今日ここに来るまでの間に飲み物を買って来たときに、ありがとうございますっていう声のトーンの高さが、もう全然心が前にあるっていうのを実践して教えてもらった感じだったんですよ。で今日絶対ここで喋ろうと思ったんですけど、帰りはそのセブンイレブン長蛇の列ですよね。関本さんの列に並んでください。そうすると、その分かります、僕が言ってることが。言葉から、ちょっとマスクしてたので、表情は分からなかったんですよ。エゴエって分かりますかね。笑う声って書いてエゴエって言うんですけども、声がもう笑ってるんですよね。すごい気持ちよかったです。同じジュースを買うんでも、隣の人じゃなくて、たまたまこっちで、どうぞ、次の方どうぞって言われて行ったのがラッキーだったんですよね。それを感じて僕は今こうやってお話をさせて、シェアをさせていただきました。なので、今出荷しちゃったので、また違う情報を入荷しなきゃいけないんですね。必ず入荷したら出荷してください。はい。なので、心が前ってすごい大事です。これからおもてなしの話をしていきますけども、本当これがなければ、やっぱりおもてなしってできないんですよ。滝川クリステルがおもてなしってやりましたけど、今から5年ぐらい前ですかね。やりましたけども、あれももっと深い意味がすごいあるんだっていうことです。では、おもてなしの話をしていきたいと思います。おもてなしとは、心のこもった、待遇のことです。顧客に対して、お客様に対して心を込めて接待やサービスをすることを言います。もてなすという言葉に尾をつけて丁寧にした言い方っていうのがおもてなしです。これは辞書に載っているので、まあ後で辞書でね、Google っていうさ、調べてもらえば、 Google とかで調べてもらえばおもてなしの意味ってやると出てきます。その中で、違うページ、その中でおもてなしの語源っていうのがあるんですね。おもてなしってのはもてなすの丁寧語なので、おもてなしなんですけど、お客様に応対する扱いと対応を指す。でここですね、
私は表裏なしという意味、あなたに裏の心はなく表の心だけで両面なくあなたに接しますっていうのがおもてなしなんですよ。だおもてなし、裏なしなんですよね、本当は。はい、なんですよね。だから結構これなんだ、一個一個の言葉を今本当に悩んだらすぐ調べた方がいいですよね。昔は辞書で調べた、今はググるって言ってやるとすぐ出てくるので、おもてなしっていうのを調べてもらえば出てくると思います。よろしいですかね、進んでって。あとで分かる質問、質疑応答があるそうなので、またその時質問があったらお受けしますので。ではサロン経営のおもてなしとはっていうことで、まあ、僕実際こうやって髪を切ってるっていうのをちゃんとお見せする。ちょっと顔映ってます、ヒゲだけで確認して。ジャケットが一緒でしたね。いつもこのジャケット着てるみたいです。これしか服持ってないみたいですけど、一応カットしてます。たまに言うと美容師さんなんですかって言われるんですよね。はい、で切ってると見て、あ、本当に美容師さんなんですねって言われるんですけど、たまに美容師さんっぽいねって言われるんですね。ぽいっていうのはちょっと分かんないですよね。美容師さんじゃない人にぽいねっていうのは分かるんですけど、美容師さんに美容師さんっぽいねって言われると美容師なんですって言うんですけども、もてなしの心得っていうのが、おもてなしとサービスの違いです。これ分かりますかね。おもてなしとサービスの違い、サービス業ってよく言いますよね。でもおもてなし業っていうのはないんですね、家庭僕は全部おもてなし業でもいいかなと思うんですよ、はい、おしぼりを持ってくるのがサービスですね。お客さんご来店いて、ファミレスで例えばファミレスに行ったお客様が座ったおしぼりを持ってくる、それはもうマニュアルなのでサービスです。全員でやらなきゃいけないサービス。あ、なんかあの人が入ってきた瞬間すごい感じ悪そうだから、あの人にはおしぼり出すのやめたっていうのはならないですよね。全員に、平均して全員にやるのがサービスです。おしぼりを出すときにかける言葉がおもてなしです。じゃあどういうふうにかけるのかっていうと、お仕事、仕事お疲れ様、まあ、ファミレスでね、仕事お疲れ様でしたってはちょっと渡さないと思うんですけども、例えば夜の飲み屋さんだったり、いろんなところにありますけど、仕事お疲れ様でしたって言われたりとか、あと外さ、うちの美容室だったら、仕事、外寒かったですねって、これで温めてくださいってやったりとかして、おしぼりを渡します。だって、皆さん、こうやって最初、こうやって入ってますよね、こうやって。はぁ、はぁ、こうやって入ってくるんですね。まあ、車の方もいらっしゃいますけど、その時に気づけるかどうかですよね。寒かったですねの後に行動なんですよ。おしぼりを出す、北海道を作って渡してあげる、今寒いから北海道で温めてくださいとか、帰りに例えば東海、山形から来る方もいっぱいいらっしゃるので、そうするとそういう方に帰り のバスなんか寒いから北海道を使ってくださいって言って渡したりだとかの、予測を上回らなければおもてなしにはならないんですね。これから北海道を渡したいと思います、帰りって言ったら何も感動しないですね。もう当たり前だと分かるから。逆にファミレスに行って水とおしぼりでなかったら文句言いませんか。すいません、おしぼりで水来てないんですけどってなっちゃうと思うんですね。それはサービスですね、はい、このページは何だろう。これはちょっと白紙だったので何か書いてあると思ってイメージしてください。でも何か抜けてたんでしょうね、はい、でこれね、僕が作った造語なんですけど、お客様が感動する、これはサービスって言います。ごくわずかな差なんですね。本当はこれおもてなしっていうのを漢字でやるとなんか暴走族みたいになっちゃうんですね。よろしくみたいになっちゃうんですけども、まあ、サービスっていうことで出してもらってます。これは何かというと、お得から便利からちょっと嬉しいの世界にだん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 、矢印ちょっとこれ今変わってますけど、こっちですね、ちょっと嬉しいの時代っていうことなんですよね。山内さんはもう20年ぐらいね、僕担当させていただいて、今回山内さんの方からぜひミッキーにお願いしたいということで覚書いただきまして、もうすぐ返事しました、やっぱり嬉しかったですし、これチャンスをいただいたので少しでも皆さんにね、おもてなしができればなと思いました。でちょっと余談だけど、田波さん皆さん知ってますかね。田波さんは僕が19の頃、田波さんが10歳ぐらい多分年上だったんですけども、一緒にヒップホップをやってた仲だったんですね。で山内さんから田波さんもこのリフレッション協会にいるんだよって、今日ちょっといらっしゃってないのでお会いできないのが残念だったんですけども、まあ、田波さんと出会い、山内さんと出会いで今ここにいます。ちょっとこれはね、美容室バージョンなのであれなんですけども、皆さんのサロンの魅力もできるだけ書き出してみましょうっていうのがあるので、ここは、ちょっと時間ないから端折っていきますけど、皆さんのこのレクレーション協会の魅力、その皆さんやってるのもそうなんですけど、参加してくれる人はここに来る魅力があるから多分来てくれると思うんですね。
ね。それをちょっと後でもいいので書いてもらえるという、1年間時間あるので来年までにこれを書いてもらうと、その魅力って何なんだろうって、レクリエーション協会のみんなが行ってみたいって思う魅力って何なんだろうっていうのを書いていただければなと思います。今はこれやらなくても大丈夫。ワクワクするサービスをできるだけ多く書き出してみましょうということなので、あのブレーキをかけないでとにかくバーッても箇条書きで書いてください。で、出たやつが全部だと思うので、ぜひこれはね、後で時間的にシェアをしてください。おもてなしっていうのは、見えるおもてなしと見えないおもてなしっていうのがあるんですね。あのこれ結構おもてなしってめちゃめちゃ深くてですね、あの見えるおもてなしっていうのはおしぼりが、あの言葉がけだとか、北海道渡すとか、いろんなサービスがある、あのおもてなしがあるんですけども、声がけとか言葉遣いとか態度、行動っていうのはお客様からとって見えるんですよね。でも見えないおもてなしっていうのがうちの場合だとこういうふうにあるんですね。見えないおもてなしっていうのは鏡を拭きながらお客様がさらに綺麗になりますようにと思い願い拭くっていうことが見えないおもてなしっていうことですね。なので今日はここの会場を設営するにしても役員の方がテレビ、あのテーブルを準備してプロジェクターを準備して会場を全部予約して全て見えないおもてなしをしていただいてるんですね。なのでこうやってやらせていただいてるんで、そこにやっぱり忘れないという感謝をするっていうことがすごい大事だと思います。これうちの1店舗の店ですけども、こういう家具は僕家具作りもするので全部これ僕の手作りなんですね。そうなんですよ。なので美容師ダメだったら大工か何かしようかなと思って、もし紹介してください。家具ぐらいなら作れると思います。はい。なので本当に鏡拭きながら、あのそう思うと全然違います。じゃあそれをじゃあどうやったらできるかって、家の例えば洗面所とかありますよね。そこで拭きながら、今日も私が綺麗に映りますようにとか、お父さんが今日楽しく仕事行けますようにっていうふうに鏡を拭いてあげたら絶対違いますよね。鏡の法則って多分見たこと聞いたことあると思うんですけども、やっぱ鏡に映ってる自分、やっぱついだっていうことだと思うんですね。鏡ってめちゃめちゃすごい大事だと思います。まあ、見えないおもてなしって多分いっぱいあるので、皆さんの中で来年宮城県にいらした1万人の方を迎え入れるときに、見えるおもてなしはあって現象として見えるじゃないですか。でも見えないおもてなしは1年間かけて準備をしていることが見えないおもてなしです。別にそれは来た人にね、私たちね、見えないおもてなし頑張ったんだけど、分かってもらえるとかって言っちゃダメですよ。はい。それはいやらしいので、見えないおもてなしをやっぱりすごい大事です。まあ、準備がすごい大事だということですね。お客様の期待をいい意味で裏切るっていうことを、やっぱ僕たちは美容室でやってるんですけども、例えば、前髪を切りたいっていらっしゃいますよね。前髪でちょっと切りたいんで、ごめんねって、500円だけど申し訳ないねって時に、例えばカットします。すごい長く、10年とかもう20年とか長く通ってらっしゃる方が、ちょっと切った時に、そこで500円をもらうのかもらわないのかって、その時の判断もありますけど、あ、今回は大丈夫ですって、いつも来ていただいてるから、今回は大丈夫ですってやってもらうと、予想、期待を裏切って、500円払おうと思ってるわけです、お客さん。でもそこで、あ、今日は大丈夫ですよっていつも来ていただいてるので、綺麗になって仕事を行ってきてくださいって、また今日一日楽しんでくださいって言えた方が価値があると思うんですよね。それが毎回ただだと、それもサービスになっちゃうんですよ。当たり前になっちゃうんですよ。なので、期待を裏切ってください。だから誕生日とかもそうですよね。今日お父さん帰ってきたらケーキでみんなでお祝いするからね、何時に帰ってきてねっていうのはサプライズなんですけど、なんか全然やらないふりしてきたら、お父さんおめでとうって孫たちが来て、あのお父さんいつまで60年ありがとうとかって書かれたら、やっぱ涙が出るのと一緒で、やっぱ期待を裏切るところです。お客様に対して。はい。想定内はサービスです。さっき言ったみたいに、座ったら水が出てくる、お茶が出てくる、頼んだ料理と違うの出てきたら怒りますよね。でも頼んだ料理が出てきたら、それは普通にサービスです。はい。盛り付けだって、多分いろんな盛り付けがあって、この間テレビでやってましたけど、ロイヤルホストかな、すごい厳しいやつ見てましたけど、盛り付けがダメだと、あの中から厨房から出てきたやつが見た人が、ちょっと盛りの高さが違いますって言ったら、もう一回戻して盛りをこうやって直すんですよ。だからすごいなと思いました。だからテレビとかどこでもおもてなしの学びっていっぱいあると思うんですよ。そう、ロイヤルホストに行ってみたいと思いましたもんね。はい。なので、いろんなところで学んでください。じゃあ想定外というのがおもてなしだと思います。なので別に手品をやってくださいではないと思います。手品もどっちかというと想定外なんですよね。あったものが消えるっていうことで
です。まあ、あれはちょっとおもてなしとはちょっと違いますけど、予測を上回ってください。では、ここからちょっと皆さんにワークをしてもらいたいと思います。この紙ありますよね。この紙にですね、おもてなしって縦に書いてあるんですけども、おもてなしのこっちに入る文字をちょっと3分ぐらいだけちょっと時間取るんで、ここに入れてほしいんですよ。例えば、おおらかにとか、例えばですよ、ここのとこがしなやかにとか、わかります？っていう文字を、じゃあ1個だけ、ちょっと1つだけお見せします。例えば、おおらかに、もの柔らかく、で、ここまでにしておきます。そうするとこれと同じになっちゃって、どうもこれになっちゃうので、ちょっと3分間だけ時間あげるので、自分なりのおもてなしっていうのは、ここに言葉をちょっと入れてみてください。では、3分間しますので、よーい、スタート。はい、では、3分、あっという間ですね。全部かけた方っていらっしゃいますか？かけた方。お、すごい、すごいですね。じゃあちょっと一人当てたいと思うんですけど、今僕と目合った方、お願いします。めちゃめちゃさっきあの僕控室にいたら、会場ここですかってすごい元気だったんですね。なので、あの一番元気な方にお願いします。はい、上から一個ずつ。穏やかな心で、はい、もっと来たいと思える、はい、手が難しく、手と手をつなぐ、いいですね。なんとびっくり、あ、いいですね。主は生涯心に残る笑顔、素晴らしい、拍手です、皆さん。これからの僕と今こっち変わるので、これから素晴らしいと思います。僕も出すの恥ずかしくなった感じですけども、どうですかね、皆さん、今の聞いて、この短い時間の中にワードをいつも考えてる人がパンパンパンって出てくるんですよ。まあ、読書したりとか、誰か伝えたりとか、ずっとおもてなしを意識して、おもてなしで、おもてなしで、おもてなしで、おもてなしって意識してあることはできないです。でも、今言われたみたいな感じで、パッと出てくる方は、やっぱり人前で話してたりとか、いろんなことを学んでると、すぐ出てきます。これも脳トレになるので、ぜひやっていただければなと思います。僕の場合はですね、ちょっと恥ずかしいんですけどね、おおらかに物を柔らかく低姿勢で何を置いてでもシャンをするってなんですね。だからこれ答えって無限にあると思います。多分みんなの、あ、なんか今不平不満カードって言って、あ、ちょっとこれ今ここに来たので、今日ちょっとこれ枚数今ね30枚しかちょっと持ってこれなかったんですけども、今ここにあるのが、愚痴不平不満禁止カードってなってまして、下にですね、3秒以内ならキャンセル機能付きっていうふうに書いてあるんですね。で、愚痴不平不満言って旦那さんで、ね、このソジジとか言いながらですね、やったら必ず後ろ向いて手でバッテンしてキャンセルって言ってください。そうすると今の言葉は神様が受け取ってくれます、ね。Amazon の返品と一緒です。はい、なのでぜひ使ってください。はい、でもう一個ですね、もう一つがですね、思いやり、模範になる、手を差し伸べる、何でもできる、幸せだっていうふうに、まあ、文章をつなげるやり方もあるし、まあ、一個一個のワードでもいいんですけども、なんか自分メモするの大変な人はどんどん写真撮ってくださいね。写真の方が多分早いと思います。カシャカシャカシャって撮ってもらった方が早いと思います。本当にいろんなパターンがあるので、多分全員同じのってなかなかないと思うので、皆さんでいろいろ考えてそれを見せ合ったりするとですね、もっとよりいいと思います。よろしいですか、次に進んで、もしあってまだいるので、少しいるので、もし聞いてもらえればと思います。ではお客様が美容室を選ぶ理由っていうことをね、お話したいと思います。たくさん美容室に行ったことない方って言いますか、いや結構いらっしゃるんですよ。自分で髪ずっと切ってますとか、めっちゃうまいですねみたいな、なんなら美容師これから免許取りますかみたいな人もいるんですけど、まあ大体皆さん行かれてると思うんですけども、美容室を選ぶ理由っていろいろですね、おもてなしをされたいからですか、技術がうまいからですか、スタッフがいいからですか、お店がきれいだからですか、技術価格が安いから行ってるんですか、技術価格が高いから行ってるんですか、いや、自宅から近いからですか、もっといろいろ理由があると思うんですけど、
ここにはすべて行く理由がありますね。選ぶ理由、行く理由というのがあります。ちなみにちょっとお伺いしたいんですけども、八木山ベリーランドに関係のある方っていらっしゃいますか？いないですね。じゃあちょっと話したいと思うんですけど、あの八木山ベリーランドに行ったことがある方、何年前ぐらいにちなみに行かれました？最高ですね。お名前は内海さん。内海さんがうちのお客様だとしたら、30年に1回しかご来店していただけなければあのうちの美容室は潰れてしまうんです。じゃあ先週行ったってことですか？1年以内に行った方ですね。 1,2,3,4,5,7 人ぐらい、1年に1回だけご来店いただけるってことです。いいですか？そうすると売上いくらでしょうね。まあ、4,500円で7人だから年間28,000円ぐらいしかないんで、28,000円どうやって生活するんだって話なんですけど、でも理由ってそういうことなんですよ。あの今はあの遊園地で言いましたけど、別にベニーランドのことではなくて、どこのエリアってやってもそうです。じゃあディズニーランドに行ったことない方、ぜひ行ってください。お孫さんと、特にご主人と最高で、もしいらっしゃる方はご主人とか行かれて手をつなぐと、もう夢の世界なので、その時はかぶり物しても大丈夫です。ご主人もかぶり物しても誰も何も言わないです。電車乗る時は外してもらえれば大丈夫ですけど、じゃあディズニーランドにここ最近行ったことある方、一番近い方です。いつですか？先週です。先週ですよね。ディズニーランド、八木山はいつですか？5月。あ、結構行ってますね。じゃあ USJ は？結構行ってらっしゃいますね。多分お客さんだったら欲しいですよね。ぜひ来てくださいってですよね。多分行く理由があるからです。で聞くと、ディズニーランドは先週行ってきましたとか、じゃあディズニーランドに行って、まあ、の帰りに文句言った人いますか？多分全く乗れなくて任せられて、ふざけんなよな、金返せよなってならないですよね。必ず子供と帰ってサトシって乗り物乗れなかった、3時間待たされたけど楽しかったねって、また来年来ようね、だから勉強頑張ろうねって、っていうのが選ぶ理由ですよね。そこにはキャストさんだったりとか、やっぱそこにもてなしをする力があるので、もうディズニーランドとかに行くともう一発で分かりますよ。目線でこうやってもう渡したりとかですね、気づきがものすごいあるので、だから遊園地を楽しむんじゃなくて、キャストさんの、それを特に掃除してる人、ディアカストディアルとか、なんか掃除する人が一番人気なんですよ。ディズニーランド あのバイトで一番がディズニーランドなんですよ。なんでかっていうと、やっぱ楽しいんですよ。掃除なんですね。クリーンレススタッフとかないんですね。カストディアルキャストとかって言って、ミッキーの絵描いたりとかやったりするんですけど、僕ももうちょっと分かったらディズニーランドでアルバイトしたかったなと思いますよ。やっぱディズニーランドのやっぱ学んでみてすごいなって思いますからね。でもあそこって9000人ぐらい一気に辞めちゃうんですよ、毎年。大学卒業して全員がディズニーランドで働かないので、いなくなっても9000人が辞めて9000人また入ってきても、ちゃんと何より仕組みができているんですよね、はい、おもてなしの仕組みができているんですよ。なのでディズニー大学というのもあるので、もしお金払えばそういうディズニー大学っていうか、あの学べるところがあるので、もう本当そこはねやっぱすごいと思います。もういろんな遊園地僕も行きますけど、でも働いてる人がもっと楽しくワクワクやれてたらいいなと思います。うちのお客さんでこんな子がいました。男の子でね、将来、サトシ君にしましょう。サトシ君、将来何になりたいって言ったら、サトシ君は、僕はティッシュ配りのお兄さんになるんだって言うんですよね。その時に、いいねって言うわけです、僕はね。なんでって言ったら、いいねって。なんでティッシュ配りのお兄さんになろうと思ったのって言ったら、もし親がそれ聞いたらどう思いますか？お孫さんが、おばあちゃん、僕、将来ティッシュ配りのお兄さんになるんだったら、うん、誰でもなれるよっていうのか、あなたならできるっていうのか、だいぶ違うと思うんですけど、そのサトシ君がこう言いました。あのティッシュ配りのお兄さんは楽しそうにティッシュを配ってたんですよ。どうぞどうぞどうぞってやってたって。でもあのお兄さんがティッシュ配りをつまんなそうに、はいはい、街にいませんか、こうやって、はいはいはいってやってますよね。でもサトシ君が見たお兄さんは楽しそうにやってたそうです。だから大人たち、僕たちが楽しく仕事をしてなければ、子供たちはあの親の姿を見たり、お父さんお母さんの姿を見て、はぁ、あ、疲れたな今日もって
言うんですって。で、聞いたんですね。なん、お父さんとお母さんが帰ってきて何て言うって、一番第一声が、ああ、疲れた。ああ、今日もお金がないなっていうのをよく聞くっていうのを僕たち子供から聞きます。なので、それがダメではなくて、僕はお父さんお母さんの味方をします。一応、親に言うときには、玄関入るときには、もうなんか、ああ、疲れたって言って入ったら、ただいま楽しかった、今日仕事って言ってほしいんですけど、子供の前でそれを言って、もし僕子供に言うときには、僕も子供さんに言うんですけど、お父さんお母さんが疲れたって言ったらチャンスよ。チャンスなのに来たから、こういうに言うんだよって。お父さんお母さん、僕たちのために頑張ってくれてありがとうって。疲れたっていうのは、本気でやった人しか言わないよって。適当に仕事した人は疲れたら言わないんですよ。ああ、はい、終わってお茶飲んで。手抜いてますからね。でも本気でやってるから、お父さんお母さんは君たちのために、君は勉強頑張ってる、部活に行く、そのためのお父さんお母さんは仕事頑張ってるって、だから疲れたって言うんだよ、それを認めてあげてほしいって、ありがとうって。したらお母さんボロボロ涙流すかもしれない。お弁当にちょっとウインナーもう一本増やそうかなとか、たくさんウインナーしようかなって思うかもしれないっていうのを僕は美容室でやってます。だからただ髪を切るだけじゃなくて、お客様の何だろうな、来たお客様がなんかここに来たらハッピーになる、アリスワールドに来たらハッピーになって帰ってくるって、パワースポットになりたいなと思ってます。なので、まあ、こういう理由もいっぱいあると思います。皆さんが美容室に行く理由はいろんな理由があるかもしれません。でも来た人たちがハッピーになる、それでアリスに行くと何かワクワクするよねって、髪だけじゃなくて心も全てが綺麗になって楽しんで仕事ができるというふうに思います。で、僕今ここにですね、赤いリングしてるんですね。で、これは、ここに書いてあるのは、私は自分の仕事が大好きって書いてあるんですね。ちょっと今見てもらうんですけど、ここに。私は自分の仕事が大好きって書いてあるんですよ。で、なぜこれをしてるかっていうと、僕がもしたこ焼き屋さんになりたいで美容師をやってたら、おもてなしなんかできないんですよ。どうせ俺はたこ焼き屋、家がたこ焼きだったって、でも仕方なく美容師やれって言われたから、多分美容師やってる。本当楽しくないんだって思ってやるんではなくて、本当に美容師になりたいと思ってやってるから、お客さんにお見せするときありますね。いきなり新規の方にやるとちょっとびっくりされちゃうので、何回かやってる方には、なんでマネージャーはそんなに楽しそうに仕事してるのって言われると、僕にスイッチが入るんで、実はこれなんですって見せると、私は自分の仕事が大好きって常にこれを見てます。だからやっぱ皆さんがこれをつけると、休みの時はこれ外してもいいと思うんですよ。僕はつけてますけど、仕事にこれカチャーンってやると、仕事大好きって言って返信するんですね。なので、返信してください。はい。まあ、欲しい方はちょっと後で、これ多分ね、後でこれ話しますけど、長いので、ね。はい。で、お客様がサロンに来店される本当の理由っていうのを、今のやつをまとめてみると、最終的には1個だけの理由にたどり着くんです。僕もいろいろ考えました。ぜひ挑戦してみてください。これ何なのかって言ったら、もうこれしかないですね。感動する、感動したいんですよね。サービスをされに来てるんじゃなくて、あそこに、まあ、いろんなレストランとか、別に美容室だけじゃなくてもそうですけど、やっぱり行って感動したい。ディズニーランドってそうですよね。いろんなところに行って感動したいんですよ。それでここの感動のところの間に、ね、もう一個文字が入るんですけど、ちょっと今ここの資料にはなくて、僕の他のセミナーで話す時の内容に入ってるんですけども、これは感じたら動くになってますよね。で、ここの間に即って分かりますかね。すぐっていう字分かりますかね。即っていう字、こう行人弁とか、即これまず説明します。それを感速度と言います。これは論語でちゃんとあってですね、感動したらすぐ動くことです。なので今日聞いたことを感じたことで動く人と、感じたらすぐ動く人のことを感速度と言います。なので、まあ、戻るとお客様でも感動したいんですよ、ね、にいらっしゃるということです。うちの店のテーマがあります。一日に何人のお客様を泣かせることができるかっていうのがテーマになってます。全員泣かせようと思ったら、前髪をここまで切れば大丈夫です。パーマをチリチリにかければ大丈夫です。はい。でも、そういうことを言ってるんではないですね。お客様が感動して涙がポロポロ出てくるのはどうやったらいいのか。で、僕は怒られました。誰に怒られたか、うちの店長に怒られました。
マネージャーって泣かせるものではないって、自然に涙は出るものだってうちの店長に言われて、あの土下座まではしませんでしたけど申し訳なかったですって、あのいう話になって、やっぱ素晴らしいな、うちの店長素晴らしいなと思ったんですけども、本当にお客様が涙を流すためにはどうしたら感動してくれるのかなっていうことなんですよね。で僕もたまに年に毎日は難しいけど、でも気持ちは本当にこのぐらいの気持ちでやってるんですよ。もう 150% ぐらいまでやるんですけども、でもなかなかね涙を流すってそうそうないですよねと思うんですよ。美容室行って泣いたことある方いますか？感動して、うわ私このヘアスタイルしたかったのボロボロみたいな、ないですか？あのチリチリになって泣いちゃったりとかは多分あると思うんですよ。電話してあらかけたら嫌な人にならないかな、すいませんちょっとかかりすぎたんですけどみたいなね、あると思うんですけど、はい、なのでぜひあの泣ける美容室いいですよね。はい、これ電話がかかってきたらもてなしが始まってる。僕たち美容室は電話がプルルルルンってプルルルンって言われないから、あのテン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 ってなるじゃないですか。で取るとその時からもうもてなしは始まってるっていうことです。電話が鳴って、はいもしもしアリスワールドですけど今日どうしますかって言われるのと、はいお電話ありがとうございますアリスワールドでございますって言って今日はいかがなさいますかって声のトーンでも全然違うんですよ。ありがとうございますもおはようございますもこんにちはも声のトーンで全然違います。ありがとうっていうのとありがとうございますっていうのとありがとうっていうのと全然違うと思うんですよ。ワードは一緒です。ありがとうとか、ありがとうございます、こんにちは一緒ですけど、声のトーンで全然やっぱ違うんで、すごい大事だと思います。電話の対応が悪かったから来なくなる人もいるかもしれません。いろんなところから営業マンが電話来ますよね。そうすると、NTT 東日本の代理店のなんちゃらでって来ますよね。その時にめちゃめちゃ感じるのを聞いてあげようかなと思いませんか？でもなんか上から目線で言われちゃうと、今時間大丈夫ですかみたいに言われると、ちょっとすいません、時間ない、あるんだけど時間ないですって言ったりとかするので、やっぱ電話の対応ってすごい大事だと思います。お互い目つぶって喋ったのと一緒です。皆さんが目つぶって僕の話を聞いてるのと一緒です。でも電話の場合は目つぶって聞いてるので、声の感じでしかその人が笑ってるのか怒ってるのか、急いでるのか、心事なのかっていうのは声で判断しちゃうわけですよね。だからすごい電話が大事だと。一生に一回のもてなしっていう話がありますけど、私たちは何度ももてなしが、美容師さんは何度もてなしがすることができるんですよ。なんでかというと、まあ、何回も山内さんもね、何回もご来店いただいてますけど、山内さんが例えば年に、まあ、毎月もし借りに来てるとして、年間12回の10年間来たら120回ですよね。120回おもてなしはできてると思うんですよ。まあ、もう20年ぐらい来てるんで、240回ぐらいは、こんにちは、ありがとうございましたって、いろいろ山内さんが、に会話をして、おもてなしをさせてもらってるって来ていただけてると僕は思うんですけど、間違いないですかね。大丈夫です。はい、今日僕の知ってる人が誰もいなくて、山内さんも来れないって言ってたので、やったアウェーだと思ったんですよ。誰も知ってる人いないと思ったら、山内さんが今日電話入りまして、明日私行けるようになりましたってなったので、僕のブレーカーがちょっとバチンと入ってたんで、今日めちゃめちゃテンション高いので。はい、です。じゃあ、ここ一生に一回のおもてなしってどんな仕事がありますか？皆さんちょっと考えてみてください。一生に一回。皆さんはサービス業とかであれば、おもてなし業であれば、何回も利用者さんがいらっしゃると思います。ですよね。今日が最後ですっていう方っています。先生、佐藤さんって、私、このレクリエーション協会に来るのが今日が最後なんです。今までお世話になりましたって、なんか寂しくないですか？まあ、転勤とかはあると思うんですけども、僕、話を聞いて、ブライダルプランナーの方の、と話したりとかすると、ブライダルなんかは一緒に1回なんですよね。もう一回来てくださいってないんですよね。次別れたら2回目またここでご利用くださいっては言えない職業らしいんですね。なので僕たちの仕事がすごいラッキーと思いました。だって何回も何回もお客様が来ていただける確率が、でも選ぶのはお客様なので、例えばいちいち誓約書にね、すいません、吉田様、ここに来月も来るって署名捺印してください。他に絶対行っちゃダメですよって、行ったら裁判で訴えますよってはならないんですね。自由なんですよ、行くのは。でも、なんだか分かんないけど、心のつながりなのか、分かんないけど、来ていただける方がたくさんやっぱいらっしゃるので、やっぱそういうのってすごい大事だと思います。ところが、一生に一回しかおもてなしができない業界があるそうです。それは、ここです。出産とかお葬式とか結婚式はなんで1回じゃないかって2回やる人もいたり3回いいのかと思う。
いらっしゃる、僕はまだ1回ですけど、あるんですけど、出産とお葬式に関しては、まあ、1人で3人、4人、産んで同じっていうのはあるかもしれませんけど、仮にも1人だったら1回だから、なかなかやっぱないそうです。特にこのお葬式ですよね。これは一生に一度なので、一生に一度自分で、生まれるときは自分で選べないじゃないですか。親選べないじゃないですか。でも亡くなるときは、まあ、突然の場合は別としても、ある程度自分で今生前葬とかいろいろあるので、自分で選べますよね。その時の葬儀屋さんのおもてなしっていうのはすごいですよね。笑っちゃいけないんですからね。今僕が言ってるのと全く真逆ですが、おめでとうございますって絶対言えないし、笑顔で迎えられないですよ。やっぱりその作り笑顔じゃないですよ。作り悲しみの顔なんですよ。あれは作らなければできないんです。もし笑い上手の人で何か来た人が笑顔で来たら笑えないですよね。だからお葬式の仕事ってすごい大変ですよ。だって普段は笑ってると思うんですよ。でも職場に入ったら変身って変わって笑わない自分を意識してやるってことですよ。皆さんできますか？これすごいだと思います。僕おばあちゃんが亡くなった時にもうボロボロ泣きましたね。そのやってる方たちの、おばあちゃんが亡くなったのも悲しいんですけど、その迎え入れてくれる人たちの姿勢とか見たらそれだけで泣けてきました。素晴らしいなって、笑えない職業ってあるんだって思ったんですよ。僕たちは幸せですよね。笑顔で人を迎えられるっていう素晴らしい職業だと思います。これ来年来た時にやってましたのアグリーメント会話っていうのがあってですね、同調するとか同意するっていうやつなんですけども、一回その聞いて話を、いやそれは違うよっていうふうに否定するんではなくて、あそうなのね、一回受け入れてあげてください。これ心理学の世界でもあって、悩んでる方が精神科の先生に相談に行ったそうですね。旦那から DV を受けて子供は家出をしてしまって、もう家がボロボロなんですって、先生どうしたらいいでしょうかっていうのに対して先生は答え出さないそうです。あご主人が DV で息子さんが家出をして大変なんですねっていうと、先生よく分かってらっしゃるっていうそうです。でもその人が言ったのをただ先生が繰り返してるだけらしいんですね。だから同調してあげるってことがすごい大事だって精神科の先生からその話を聞いて、なるほどなと思ったので、子供も親子関係も夫婦も一緒だなと思いました。なんか否定しちゃうんですよね。こうしたいああしたいって言われると、いやそれは違うよこうだよってなっちゃうんですけど、やっぱ同調して同意してあげてから自分その気持ちも分かるよ、じゃあ僕の意見はこうだよっていうふうに言えればいいんですよ。なんか拒否してしまうとやっぱりみんなこうカタツムリとかね、亀みたいにですね、閉じこもってしまって喋らなくなってしまうんですね。これがアグリーメント会話って言います。で接客っていうのはキャッチボールだと思いますので、やっぱりお客様対お客様人がいれば、やっぱりそれをキャッチボール、ピッチャーとキャッチャーみたいな感じですよね。投げたらでこっちだよって言ってるのに違う方向に投げたら、今オリンピックの話してるのにいきなりサッカーの話してたりとか、こっちオリンピックの話を話題振ってるのに違う話をしたりとか、全然キャッチボールにならないんですよね。なのでやっぱりキャッチボールってすごい大事ですから、レクレーションでもやりますから、球を投げながら喋るってありますか？そういうのはないんですか？そういうのってやったことないんですかね。球を使って今日これこれこうだよねって投げて受け取るっていうのを、まあ、ボールを使ってキャッチボールをしながら会話を、しゃべりすぎだったりなので、キャッチボールが大事ですよっていうことですね。これうちのスタッフでこれで今半分ぐらいなんですけど、僕今髪の毛もうちょっと長かったんですね。で長いの、まあ、縮れてるので長いのを切ってここのぐらい今なってるんですけど、この間小学校に行った時に、子供の引き渡し訓練まで並んでたんですね。そしたらお母さんたちが全部並んでて、僕だけ男性パパは一人だったんです。バーって並んでて、みんなで自分の子供が出るのを待ってました。で、ある1年生の男の子がテクテクテクってやって僕の前に止まったんです。で、上を見上げてここにいて僕のことを見て、その子はこう言いました。誰のお母さんって言われたお母さんじゃない、ヒゲの生えたお母さんはいないよって言ったら、並んでたお母さんがほとんど笑ってましたね。あ、
よかった、映画を作れた僕のおかげでとか思ったんですけど、多分誰々ちゃんお父さん来たよって言ったけども、やっぱりその子にしてみたら不思議に見えたんでしょうね。多分髪の毛のこういうクリクリの長いママはいない、ヒゲが生えてる、多分その子は家に帰って言うんでしょう、お父さんお母さん今日ね、顔はおじさん頭はおばさん、どっちなんだろうねって言って、お母さんはそんな人いるかって多分ねなったと思うんですけど、でもその瞬間笑顔がパーンって出たので、僕は良かったなと思いました。はい、でこれは感情労働って言って、今うちのスタッフ半分です。これ制服じゃなくて、24時間テレビでずっと20年間ぐらいずっとチャリティー T シャツを着てですね、チャリティーシャツを着てやってるんですけども、来るとこの日しか来ないお客さんはこれ制服なのとか言われて、いやいやこんな派手な制服はなかなか着てないんですよ、ということで、これ感情労働って言って、感情を感じられる人にしかできない仕事だと僕たちは思ってるんですね。でお客さんも感情がやっぱりありますし、僕たちもやっぱり笑顔とかでやってます。なので僕もちょっと髪の毛を伸ばして、うち女性しかいないんですよ、スタッフが。男性いたんですけど、いじめたわけじゃないですよ。だからみんな辞めて違う業種に行っちゃうんですよ。やっぱり食べさせられないとか、やれないって思って美容業界から離れてしまうので、それも全部僕の責任です。魅力を伝えられなかったっていう僕の責任。でも女性スタッフだけ残ってて、女性は強いですね。ここにも女性しかいないじゃないですか。男性も何名かいらっしゃいますけども、女性の方が圧倒的に多いんですよね。やっぱり女性、まあ、母子お母さんたちが生まれてますからね、女性の方が強いところです。でもこの笑顔が僕たちあるから、今日も、僕が今日ここに来てて、本当は通常だったら仕事をしてるんですけど、山内さんのお願いでお客さんの予約を断ってこっちに、はい、なので一応予約入ったお客様には午後1時まで予約いっぱいですって言ってますから、はい、でも僕はこっちに来る価値の方が絶対あると思って、それでも待ってくれるお客さんがいるので、この後帰ったら最高の気分で、午後1時のお客さんは最高の気持ちで僕できると思うんですね。はい、これいらっしゃいませの3つの秘密ってあります。普通のいらっしゃいませはいらっしゃいませ、普通じゃないいらっしゃいませはいらっしゃいませ、ありがとうございましたとかってやるじゃないですか。美容室でありがとうございましたとかってやったらもう来ないですよね。寿司屋じゃねえしみたいになるんですけど、これいらっしゃいませ3つの秘密ってすごくて、じゃあこれなんだか分かりますか。これじゃあちょっと皆さん一回立ってもらっていいですか。その場で皆さんが仮に、まあ、美容室のスタッフさんだとして、じゃあまず普通のいらっしゃいませをしたいと思います。せーの、いらっしゃいませ。最高ですね、ありがとうございます。じゃあ次は普通じゃない、ちょっとかったるい、いらっしゃいませよ。いらっしゃいませ。ああ今ちょっと出てやってもらえますか。はい、いいですね、先走るのは大事なんですよ。はい、ではせーの、いらっしゃいませ。こんな店に行ってみたいですか。こんな店にお客さんが増えそうですか。こんな教会に入りたいですか。絶対ないと思います。では最後、皆さんの好きな芸能人を思い浮かべてください。もう安室ちゃんでもいいし、いいですか、思い浮かべました。韓国の人でもいいし、その人が今から予約が入りましたと、12時半に予約が入りました。これからそのちなみに誰ですか。参加したいですよ。イニエスタ。イニエスタがこれからご来店するののいらっしゃいませですからね。いいですか。皆さんは自分の好きな芸能人が今来ると、反りました柏フリーカ、いろんな人が来るのをイメージして、いいですか、思い描きました。それのご来店してガーッと開いた時のいらっしゃいませお願いします。いきますよ、じゃあ僕が入ってきますからね。ガラ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 、いらっしゃいませ。もう絶対行きたいですよね。はい、じゃあかけてください。ありがとうございました。だから今何を言いたかったかというと、来るお客様は全部自分の、まあ、イニエスタが全員来ると思ったら、もう最高のイニエスタいらっしゃいますなんですよ。ですよね。ちなみに 何でした。はいはい、福山雅治。福山雅治ですね。歌いながら入ってきますよね。福山、だそういうことですよ。だから常に奥さんが、旦那さんが福山雅治とか、奥さんが誰々とかっていうふうにやれば絶対笑顔になると思いますし、これ
芸能人のいらっしゃいますからすごいですね。僕も思いますもん。お客様全員が多分自分のファンなんですよね。だってミッキーさんに切ってもらいたいっていう人が来てくれるから自分のファン、僕は CD を、DVD はやってますけど CD は売ってないので、あのコンサート会場来てくれるって感じですよね。で髪を切るっていうのが歌うたみたいな感じです。皆さんようこそってやるのを僕たちは仕事として、業種として、髪を切るっていうことが仕事にしています。でもそうやってやっぱ来ていただけたら、やっぱいらっしゃいませっていう言葉のトーンが違いますよね。せっかくお客様が来てくれたけど、いらっしゃいませとか言われることを、いらっしゃいませとお待ちしてました、寒い中ありがとうございますってやっぱ言えるかどうかだと思いますので、今日は皆さん練習したので、ご主人が今日帰ってきたら最高の帰りなさいよ、よろしくお願いします。ちょっと多分ご主人は今日何かあったのかと、いや何もないよと、心が前に来たから心が変わってたんですって言ってもらえればいい。お客様の後ろに流れているバックミュージックを感じるって、これすごいめちゃくちゃ難しくて、まあ、どういうことを言ってるかっていう と、お客さんと話をしてて、実は去年1週間前にワンちゃんが亡くなってしまったんだって話をもし聞いたとしますね。その時に流れてる曲はタッタラタッタラタッタラッタラって流れてないんですよ。わかりますか。悲しい、さっき流れてた悲しい曲が流れてるんです。でも予約して、電話で予約してくれた時にはまだワンちゃんは元気だったんです。でもその2週間の間に亡くなられた時には曲が変わってきます。音が変わっていくんです。でもそれを僕たちが感じないといけないんですけど、これはもう究極ですね。まあ、スタッフ話したら、その音って聞こえるんですかって言うから、聞こえるわけないだろう、感じるんだと、ですよね。なので例えば来月、孫と一緒にハワイに行くんだって言ったら、もうハワイの音がうわーって流れてますよね。だから人によって、お客様によってバックミュージックが違うんですよ、流れてる曲が。なのでそれを僕たちがどう会話の中で引っ張り出して感じれるか、あの同調、さっきアグリメント会話じゃないけども、まあ、同調してあげることです。でそれができないと、なんか私は悲しい気持ちなのに明るく話されるとなんかちょっと違うんだよなって言って、やっぱ来なくなる方も過去に僕いらっしゃると思うんですよ。それはすごい反省です。20年やってみて、毎年あの1年に1回カルテ整理をするんですね。そうすると思うのは、来てない方の名前がいっぱい出てきます。それを見るたびに思うのは、全然できてないって。こうやって話をしてても、一生懸命やってるつもりでも、やっぱり来てない。全員の人、100人やって100人とかずっと来てくれるってことはないんですよね。それは受け取り方の違いです。もっといいとこがあるかもしれない。値段がもっと安いとこがいいかもしれない。まあ、もっと私には綺麗にしてくれる美容師さんがいるかもしれない。言葉のかけ方、このバックミュージックを知らないで僕たちが喋ってしまったこと、すべて反省です。スタッフと言ったのは、これだけ来てないお客様をはどっかのサロンの美容室に行ってるって。悲しませてしまったのは僕たちの責任なんだって。だからこういうお客様がいないようにするためには、もっともっとやんなければ集客なんかできないって。お客様がずっと来続けることはできないし、20年ここの場所でやることはできないって。うちの場所ってあのスキー場が見えるんですね。あの泉ヶ岳 と、スプリングバレーと、あとその宮城山の目星スキー場があの肉眼で見えるところに美容室が建ってるんで、あの山の上って天空の城ラピュタとか言われてるんですけど、山の上なんですよ。まあ、山内さんに聞いてもらったら分かりますけど、いろんな美容室のオーナーさんたちが見に来ます。でうちお店がですね、例えばあ ここら辺に美容室があったとしたら、もう一個の美容室がここにあるんですよ。あの歩いて10秒ぐらいのところにもう一軒店が2軒あるんですよね。それをディズニーランドとシーとかが言ってるんですけど、言ってるんです。今ここがピーってあたりで撮ってるんですけど、言っててですね、であのスタッフが行き来するんですよ。C からランド、ランドから C みたいな、すいませんヘルプお願いします、助けてくださいって言ったら、こっちも助けてください、じゃあお互い頑張ろうみたいな感じがあってですね、助け合うんですけども、バックミュージックは大事ですから、あの会話でもそうですよね。来てくれた方のバックミュージックは、今日何の曲が流れてるのかな、あの明るい曲なのかな、暗い曲なのかな、嬉しい曲なのか楽しい曲なのかなっていうのを、来年宮城県に集まった時にみんな感じてみてください。絶対聞こえるはずですから。それは行動とか雰囲気で、でも楽しい曲が流れてると思います。それをもっともっとさらに楽しい曲にね、変えてあげたらなというふうに思います。次はですね、内部顧客と外部顧客っていう2つあるんですね。で普通お客様っていうのは、僕たちは外部顧客には、サロンに来てくれるお客様のことを外部顧客って言います。
で、スタッフのことを内部顧客って言うんですね。スタッフではないんですよ。経営者、僕は経営やってますけども、経営者っていう、スタッフっていうのは内側にいるお客様なんです。スタッフが満足してて、スタッフが楽しく仕事しなければお客様はリピートしてくれないっていうことなんですよね。なので、この2つがめちゃめちゃ大事です。僕がやることは、ここの内部顧客、スタッフに対してどういうふうに仕事、働き方改革って言われてますけど、時間を短くしたから働き方改革がないと思うんですよ。心が変わらなければ、働き方改革をし、時間を短くして8時間労働することによって幸せにならなければダメなんです。ただ早く帰るからが働き方改革ではなくて、やっぱ休みの日に旅行に行ったり、旦那さんと一緒に山登ったり、釣り行ったり、ドライブ行ったりって、そういう心の余裕ができて、初めて僕は働き方改革だと思っているんですね。で、スタッフがお客様を一生懸命、ここ関係ですね、スタッフがお客様のことを一生懸命やっていただければいいと僕は思っています。で、内部顧客と会社の関係っていうのがまさしくその通りで、男性スタッフはなぜかね、いなくなってしまうんですけども、女性スタッフだけが残ってくれてますけども、本当にこのどんな会社でもやっぱり今いるスタッフさん、まあ、レクリエーション協会だったら皆さんがやっぱり楽しんで仕事ができなければいけないし、こうやって続けてされる方っていうのは、やっぱりさっき言った、方針ですか、幽霊部員みたいにはならないらしいので、2年ごとに更新されるということを聞きましたけども、結局幽霊部員じゃまずいわけですよね。心がないから、だってこれふーっとなってるわけですから、心がただ在籍してるっていうのはまずいので、やっぱそういう心があるからちゃんとこういう更新っていうものがあると思うんですね。まあ、ペーパードライバーと一緒です。免許は持ってるけど運転したことがない。レクレーション協会の指導員の資格は持ってるけども、でも全然こういうふうにも来ない、何も来ない、ただ持ってて、私は働きには履歴書には指導員って書いてるけど、それは車の免許持ってるだけと一緒だと思うんですよね。なのでやっぱり僕たちは会社とスタッフとの関係っていうのをやっぱりよくしていきたいなと僕は思います。そのためには不満足と満足と感動の違いはやっぱり僕たちもスタッフにもそうですし、お客さんにもシェアをしなければいけないなと思っています。満足っていうのは 100% なんですね。なんでかというと、1万円払って1万円だったら 100% なので満足ですよね。不満足っていうのは1万円払ったけども9999円に感じたときは、たった 1% 下がったら不満足なんですよ。で、今度はクレームとか不満足口コミっていうのは、もう 1% から下がったらクレーム書かれたりとか、今書き込みとか2チャンネルだとか SNS でね、こう書いたりする方もいますけども、やっぱり怒りが出てしまうと、ここの口コミを書かれてしまうということですね。じゃあ感動はっていうと、たった100%、満足の 1% を超えると感動なんですよね。それをいきなり 150% とか 180% ぐらいでやっちゃうと、2回目の時はもっとハードル高くなっちゃうんで、 1% ずつハードルを上げていくっていうふうにしていけばかなりいいと思いますよ。いきなりやりすぎちゃって2回目やれなくなっちゃうと、やっぱりその差があるので、ハードルがめちゃめちゃ高くなりますから。で、よく口コミとか、よく食べログだとかいろんなの口コミで、すごい良かったですよ、ここに行ったらすごい社員さんがすごい丁寧な対応してくれたとかっていうのはあると思うんですけども、それは感動したからですよね。これがやっぱ 200%、まあ、102% ぐらいでも多分感動口コミは書いてくれると思うんですけど、この 100% 以上書いてくれると思うんですけど、今はここが大事ですよね。でもレクレーション協会の指導員やってて、こんなハッピーなことがあった、こんな気づきがあって、すごい学べた、だから皆さんもやりましょうっていうのは、こういういい口コミになるじゃないですか。僕たち美容室も行ったら髪の毛だけじゃなくて心もきれいになりました、すごい行ったらいろんなことを学んですごい楽しくなりましたって言って口コミを書いていただけると思うので、それが多分一番ですね。うちの店うまいでしょ、うちの店すごいでしょって、うちのラーメンおいしいでしょ、うちの花はすごいでしょって言うんではなくて、やっぱり来てる参加してる方がやっぱり口コミでここはいいんだよって第三者の人がやっぱ言ってくれるっていうのはものすごいやっぱ大変ですね。書くってものすごいエネルギーだと思うので、ジャスコとかの掲示板って見たことありますか？なんかありますよね、掲示板でこうお客様の声って選んで 見るのあります？結構見ますっていう方いますか？あれはね、見た方がいいですよね。あれをジャスコに書いてあるんだけど、あれを自分事として僕はいつも受けてるんですよ。で、見てると、ああ、褒めてるのも少ないんですね。
完全にこっちの方が多いですよ。中店員のどうじゃらこうじゃらこの商品が足りないとか、なんか邪魔扱いされたとかっていうのが多いので、僕はジャスコに行っていつもあそこを眺めるんですけど、僕が投稿するわけで見てて、はあ、これだけ世の中はクレームが多いって、もっとこれは喜びの声をもっとあったら、もっと働く従業員の人も楽しく仕事ができるんだろうなって。だから喜びの声と2つ分ければお客様の声になっちゃってるから混ざっちゃってるわけですよね。でもあれ見ていつも思うのは、これうちのお店だったらそこジャスコって書いてます、僕はそこアリスワールドって書き換えちゃう。で見ながら、ああこれうちの従業員がやってないかな、これ僕がもしかしたらやってないかなっていうのを無料で感じられるので、ぜひ今日ジャスコとか行ったら見てみてください。結構悲しいこと書いてあったりとかします。でも褒めてくれてるのもあるので、褒めてる内容を見るとやっぱ嬉しいなと思います。そうやって見てくれてる人もいるんだなっていうことなので、皆さんはできるだけクレームは言わないで、あの素敵な従業員の方がいたら書いてあげてください。本当にだってここ50人の方が1ヶ月1枚書いたら誰かがハッピーになりますよ。どこどこ売り場の100ダイソーの佐藤さんの対応がものすごい良かったって、あの私はそこで気持ちよく買い物させてもらいました、ありがとうって書いたら、その佐藤さんがその記事を見たら本当は来週辞めようと思ったって、でもそれを見たら頑張ろうって思うかもしれないじゃないですか。でも最悪最悪最悪って書いてあったらやっぱり辞めようってなりますよね。やっぱり私は合わないんだ接客ってなるけど、やっぱり承認してあげてください。皆さんの力が必要だと思います。サプライズ感が感動を呼ぶっていうことですね。あと30分ある、あ、30分まで、10分前に終わった方がいいですか。12時までなんですけど、ぴったしまで終わって質疑応答がどうしますか。10分前で切った方がいいですか。11時50分はい、OK です。サプライズ感が感動を呼ぶっていうことで、あと20分なのでちょっとスピードをさらに上げていきますので、皆さんついてください。大丈夫ですか、はい。サプライズ感が感動を呼ぶっていうことですね。でうち何やるかというとこういうことをやってるんですね。こういう、これうちのお客様が今度息子さんが結婚するっていうと、あのこういうふうにね、大輔さん、香里さん、2人との愛の最高の笑顔を世界中でハッピーにとかですね、これを色紙にやってお母さんにプレゼントするんですよ。別にこれであのお金はもらってないんですね。私がただやりたいだけです。でもあの結婚、息子が今度結婚、まあ、息子さんも僕が担当、大輔さんは僕が担当してて、店長が お母さんを担当してるんですけど、そうすると無性に血が騒ぐんですね。おもてなしのなんかこう血が騒いでですね、何かしてあげたいなと思うので、世界に1個だけのコインを作ったり、あとこういうウェルカムボードで香里さん、大輔さんとか作ってあげたりとか、あと高校生が、初めて来た小学生、初めて来た小学生が、夢は何って言ったらサッカー選手になりたいっていうわけですね。で僕がちっちゃい色紙かな、はがきですね、はがきに涼之介くんの夢は絶対叶うって言って帰りに渡してあげたら、お母さんがめちゃめちゃ喜んでくれて、いやーこんな美容室でもらえると思わなかったって、いやそうですよね、普通だったら三越前でございひきやってますからねって話でなんですけど、あの普通に、あと 僕が尊敬してるあのお坊さんではないんです、あの鴨頭さんって言って、あのマクドナルドで本当に世界一になった素晴らしい方で、今独立されているんですけど、僕この方の影響がものすごい多くてですね、あのここに書いてあるのはご縁の縁って書いてあって、鴨さんがいるから笑顔になることができましたっていう、こういう色紙をプレゼントしたりとかですね、これもだからプレゼント今日しますからねっては言ってないです。突然プレゼントするからやっぱり感動してもらったりとか、あとちょっとネタ言っちゃうと、うち来た時のネタがなくなるんですけど言っちゃいますね。雑誌読まれるじゃないですか、美容室 でうちの場合って、雑誌見るときに膝じゃなくてこう雑誌立つピアノ台のところみたく、あの譜面を置きますね、譜面置くところみたくテーブルが前に来て雑誌が立つんですよ。でお客さん読んでて、じゃあシャンプー入りますってシャンプー台に行きますよね、行ってる間にこれを仕込むんですよ、シャッで戻ってくるじゃないですか。で戻って座ってマッサージしてペラッとめくると、パラパラって落ちると、あらなんかアンケートが入ってたわみたいな感じで拾ってみたら、え、なにこれ私のために書いてくれたの、ありがとうって泣くとかっていう風にやると、ちょっと今のは聞いてなかったことにしてください。もしいらっしゃった場合はですね、あのそういうのやったりとかで、もらえなかったら再生してください。あの前の話聞いたんですけど、もらえなかったので書いてくださいと思って書きますね。あの結構一方通行多いんですよね。たまに街とか歩いてこの髪型で風貌だから、あのミキさんのあの前から受けたんですよって、どこだかも分かんなくてですね、あのあるのでどこどこでって言ってもらえれば多分分かると思うので、
声かけていただけたらと思います。で、この間お笑い芸人来てくれて、俺たち同級生って言ってブルゾンチェミとかですね、マキロ 100% 一緒の事務所にいて、事務所を辞めて今全国アンギアで、無線じゃない投げ銭ツアーとかやってて、彼らはM1 に出て、お前ら優勝したらまた回ってくるんだぞって言って彼ら応援してあげたりとか、でうちでお客さん呼んだり、うちの子供たちとかスタッフとかお客さんも何人かいるんですけど、でみんなでお笑いライブを美容室でやったりとかするんですね。はい。で夏だとこういうね、うちわをプレゼントしたりとか、帰りに結構恥ずかしいこのうちわね、地下鉄で使えないですね、これ名前入っちゃって、ゆきこさんがいるから笑顔になることができましたですね、なかなか地下鉄でちょっと使えないんですけど、この人ゆきこさんなんだってバレちゃう。あと、これは焼肉屋さんに行ったときに、漢方和牛のお店に行ったときに、漢方和牛の甲五郎さん、最高っていうのは最も幸せって書いて、最高に美味しかったって書いて、焼肉屋さんに引いてあるこういう紙ありますよね。それを外して、きれいにしといて、それを食べてる途中に書いて、置いて帰ってくるっていうサプライズをしたりとか、美容室だけじゃなくて、どこでも書きたくなるんです、書道家だと。あと、来てるお客様とか、あとこの人は、これ2日前の、あれ銀行マンさんですね、88銀行の方でそこの70の上の88銀行の方で、新人の方なんですね。で行ったら僕通帳作りに行ったんですよ。そしたら5箇所ぐらい訂正印があったんですよ。そんなことあるかと思ったんですけど、かなり僕雑誌でこうちょっとお待ちなさいって言って待ってたら、結構ダメ出しをされてたんですよ彼が。ここはね2車線でねこうやってやるのダメでしょ、全部僕経営者だから聞こえるわけですよ、その気になるわけですよね。そらめちゃめちゃへこんでたわけですよ。へこんでたから彼がすいませんって電話来て、すいませんもう一箇所訂正があったんですって言うから、じゃあ来てくださいって言って、で僕のこと美容師だって知らなかった、初めてだったので、美容師って知らないから来てくれた時に、あ美容師さんのオーナーさんなんだって初めて知ったんです。これ2日前の話です。そして僕と会った時に、この髪型この風貌で何の仕事やってると思ったって言ったら、 IT 関係、IT 関係で被害していいな、自由でな、髪型とかも言えましていいなって言われたけど、IT はやってないから、美容師さんだからっていうことで、そして書いてあげたんですね、これを。すごいちょっとへこんでた、今日結構上司の人に言われてて、結構気持ち落ち込んでたでしょって言ったら、そこまで見てるんですかって言われたんです。いや、見てるって、僕は気になってしょうがないって。そして、来る、30分後ぐらいに来るっていうから、書いたんですね、道って書いて。人生は無限には続かない。だから一日一日一生懸命取り組もう、花岡さんって書いてあるんですね。でやったら高校球児だったんですって。そしたら、いや高校の時にこれもらいたかったですって言うんですよ。でもお客さんじゃないんですよ。88銀行の方なので、またまあハンコをもらいに来たりなんです。でもめちゃめちゃおもてなしがしたくなっちゃうので、そして渡したらこの夢を叶える仲間を持つって、これもあるからいるって言ったら欲しいですって言うから、これも差し上げたんですね。そして最後どうなったかというと、パーマかけてほしいんですけどって言って、こっちは別にお客になってくださいも一言も言ってないんですよ。なのにこっちは勝手にやってたら、今度12月1日結婚式があるんでパーマかけたいんでパーマやってもらえますかって言ったら、いいよ、じゃあいつ予約しますかって言って、なんか予約して帰ったハンコをもらいに来たのに、なんか8000円か9000円くらい払わなきゃいけないしますってしまったっていうことですよね。はい。まあ、こういうふうにして本当サプライザーになりたいんですよね。でこれですね、教育と教育ってありますけど、この聞いたことありますか、この教育って、こっちの方、これ聞いたことある、共に育つ、お、1,2,3,4、じゃあ発表してもらいましょうっていうふうにはならないので、教えて育つのではなくて、僕は共に育つ、スタッフと共に育つ、社員と共に育つ、こっちをしていかなければ、これからは、昔はこれだって、でもパワハラって言われますけど、昔は普通でした。ほじゃじゃ、夜中の12時前に帰ったら、なんであいつ帰ってんねんって、練習しないでどうすんだって、プロだろうと、プロは練習するんだろう、なんでプロがとっとと帰るんだと、っていう世界にほじゃじゃいました。昭和ですよ、昭和から平成の最初の頃なんで。でも、教えて育ててもらったんですよ。でも今は、共に育たなければスタッフは育たないんですね。怒る、パワハラではなくて、こっちはもう共感シェアですよね。共感して、もう褒める。だから昭和の経営者の方からすると、そんな褒めてばっかりでは人は育たねえって言うんですけど、でもやっぱり今は時代はこうなっちゃってますよね。だからさっきみたく遅刻してきてもいいねってなっちゃうんですよ。でも
世の中どうなっちゃうか分かんないですけど、でもなんで遅刻してんだバカボケふざけんなって言われて一生懸命やれないですよね。でも受け入れてくれた、そこでその子はすごい頑張ると思うんですよ。だから僕はこっちですね。僕も美容師の資格持ってます。皆さんも資格持ってますよね。資格を取ってからがスタートラインなんですよ。車の免許も取得してからが勉強ですし、毎回同じ状況はないと思うんですね。では今日の最後のシェアタイムをしたいと思います。じゃあもう一回後ろを振り返ってもらって、これすごい大事です。今日一番伝えたいことってここかもしれません。皆さんがこの資格を取られて今日ここにいらっしゃってる根っこの部分ですよね。なんでここの業界に入って今の資格をね取ろうと思ったのかっていうのをもう一回このシェアをして、相手の知ることによって、あ、そういう思いでこれの会に入って指導員やろうと思ったんですねっていうのを共感して共有してほしいので、じゃあちょっと後ろ向いてもらって、これを今日の最後のシェアタイムにしたいと思いますので、よろしくお願いします。約まあ2分ぐらいですね。お願いします。はい、ではちょっとね、途中で申し訳ないんですけども、2分間しかなかったので、また足りないところは後でお互い聞いてみてください。はい、じゃあちょっと戻ってください。ありがとうございました。はい、今またね、すごい皆さん笑顔で話していただいたんですけども、初日のこの協会、この仕事、資格を取るにあたって、決めた時のことを思い出してほしいんですよ。なんか忘れた時って。原点が見えると思います。悩んだ時は原点に戻ることにしてます。僕は営して20年、やっぱり辛いこといろんなことをやっぱりあって、スタッフからももう辞めたいんですとか、ちょっと話があるんですっていう話があった時に、やっぱり今日の原点を忘れてて、原点の初日ってすごい、オープンする前の日が一番エネルギーがあるんですよ。取るぞって、それを思い出してほしいなってやっぱり思うんですね。はい、これ夫婦関係でも一緒ですね。結婚する結婚式の前日は最高にいい日だったと思うんですよ。今も素晴らしいと思うんですけども、どん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 やっぱり忘れたら原点に戻るっていうふうにすると大事かなと思います。ですね、今日多分3時間ぐらい分持ってきてるので、これで半分なんですよ。なので終わらないのでかなりバーッと走っていきます。ごめんなさいね。伝えたいことをですね、共感力、共感力、共感力ってあるんですけど、これを今皆さんがやってるのは共感力です。共に感じてシェアをするのを共感力って言います。ここはなんか強く、ここはパワハラみたいな感じですよね。もう強くやれよな、分かったらボケクソみたいな感じでやるのはもうね、どこどこ大学の夢になりましたけど、そういうのとか、あとは恐怖を与える、これは強さとか怖さとかパワハラ、こちら恐怖を与える力、でもこれ全部共感力、共感力、共感力ですからね。だからみんな言葉が、ひらがなは一緒でも漢字が違うので、こういう共感力っていうのがあります。で、共感っていうのは特定の技能を教える人のこと、指導員のことを共感っていうんですけど、僕はこれになってほしいと思う。皆さんには共感、共感っていうね、2つとも共感、共感ですけど、他人の体験する感情を自分のことのように感じ取れる指導員のことを共感なので、来年ぜひ皆さん宮城県にですね集まった時には皆さんこれでやっていただけると嬉しいですね。共感、共感、共感指導員ですか、やっていただけると、やっぱり遠くから来てくれた方は時間とお金を使ってやっぱり来ていただくので、そのためには、子どもたちを誰かに見てもらったり、ご主人の子どもを見てくれたりとか、誰かの協力がなければ来れないんですよね。それを忘れないで迎え入れてほしいなというふうに思います。今ここまで学んできたことがですね、ラーニングピラミッド、これネットでも出てきますけど、すごいやっぱ大事でですね、今僕が喋って講義をしているのだけだと、残念ながら 5% しか覚えてないんですよね。話してもらって聞いただけだと。で、本を読むと 10%、 これ学習定着率なので、自分の頭の中に学習定着率として残るのが、これアメリカ の, トレーニングラボラタリーといって、ラーニングピラミッドという言葉があるので、あと調べてください。これ学校とかで使うんですけども、で、視聴覚見たり聞いたり覚えたりすると 20%、 あと、メモしたりとかですね、今みたいなんですね。
何もメモしないで聞いてるだけだとこの 5% で読書 10%、本を読むと 20% デモンストレーションすると 30% でグループ討論、今皆さんでグループ討論しましたね、後ろに回ってそれで 50% ですか。で今度は自ら体験するのがここが、来年の1月に、来年の宮城県みんなが集まるときにここで体験します。あとは今日学んだことを誰かに伝えるとか、これですね、これが 75% で人に教えるっていうのが 90% で、さっき僕が言った72時間以内に誰かに伝えてください、教えてくださいっていうのをやると 90% です。でこの下が 100% っていうのがあるんですが、ここにはないです。これは僕が作ったんですけど、 100% っていうのは教えた人が成功することです。教えた人がまあ、この会に入ったりとか、このあ私もなんかそっちの方が楽しそうって、指導員の方が楽しそうだ、私も入りたいって、今度は受ける側からみんなに伝える側に回るってなったら、ここは 100% でしょうね、完璧に。教えるのから、ね、その佐藤さんが教えてくれたに対して、ここが 100%、僕は後につけ足したんですね。言われてからするのは、受け身っていうのは、僕は当たり前だと思います、出てくるのが。言われる前に積極的に行動するのがおもてなしなので、例えばお水をくださいとか写真を撮ってくださいって言われるのはサービスなんですよね。言われるわけですから、いや撮りますかってなるので、でも先に、これが先にお客さんから言われる側、これは先にお水をお持ちいたしました、お写真を撮りしましょうかっていうのがおもてなしです。だから先に相手がやる前に行動して気づいてあげる。で気づける人になるためには常に困りごとを探してください。だからこうやってやって困ってないかな、困ってないかなって言って常に困りごとをある人を探してあげることが大事です。来年たくさんの1万人の方がいたら、やっぱりトイレの場所がわからない、どこに荷物置いたらわからない、困ってる人をとにかくみんなで探してあげたら、なんかすごい嬉しいと思うんですよ。わからない場所もわからない、どこに行きつけしたいのかわからない時にみんなで声をかけてあげてください。共感力の、絶対条件ってありますけど、これはご機嫌力。やっぱり自分が仕事をですね、いやいや仕事は人を不機嫌にしてしまう。やっぱり僕がカットをしながら、なんか今日は嫁と喧嘩したからあんまり仕事したくねえな、子供が勉強しないし学校休んだりして学校行ってくれないからっていやいややってたら、多分お客さんに伝染します。でもこんな気持ちでワクワク仕事は人を気持ちよくしてしまう。皆さんのさっきの笑顔も本当そうだと思います。やっぱ楽しく仕事ができるから皆さんたくさんの利用者さんが来てくれて、お互いに共感共有してできるんだと思います。こういう大会があるんです。私は自分の仕事が大好き大賞って言って、これ日本全国で2週間前に終わったんですけども、こうやって私は自分の仕事が大好きですって人たちが集まって発表して、みんなでコインを入れて一番共感あった人にコインを入れるっていう、これはホームページで見てください。自分の仕事が大好き大賞。いつも僕は、ね、去年スタッフ連れ全員に行ったんですけど、みんなも泣きながらもう帰ってきましたね。でもその泣く気持ちがなければ、おもてなしとか、お客様に共感はできない、サービスはできないということですね。不機嫌がオーナーや店長がいるということは、スタッフも不機嫌になります。そうするとお客様も不機嫌になります。なのでお店に入った瞬間に分かると言いますね。ディーラーさんとかお客様が来た瞬間、あここは絶対お客さん来なさそうとか、あここはすごい感じがいいなっていうの、気が違うそうです。空気って気って書きますよね。空の気って書くので空気が違うそうです。なので暇なお店があったら僕は動いてくださいって言うんですよ。暇なお店は大体オーナーとか店長がレジのところにあるパソコンで、何かネットワークで何かいいのないかなとか、ネズミコで何かないかなとか、どうやったらお金集めるビットコインかなとか言って楽してお金儲けようとするのを探すんですけど、そうするとスタッフもみんな裏の部屋にいるから空気がどんよりしてます。だから空気が気が止まってるので、やっぱりそこにはお客さんは集まらないです。暇な店ほど掃除しましょう、床掃きましょう、人が動けば気は動きます。空気が動くのでそこには人が集まるということ。時間が来たので、じゃあこれを最後に、この運搬に体操って聞いたことある？誰もいないですか、運搬に体操。これ有名ななんていうかな、アナウンサーの人たちがやるんですけど、運搬にはうーってこう、目をつぶって、チューするんですね。うー、うん、
パニでやるんですよ。で写真撮影するときにこれをやってから10回やって、うんぱにうんぱにって10回やってからやると超いい笑顔の写真が撮れますので、なので今日帰って皆さんうんぱにうんぱにって言って家に帰ってくださいね。ご主人が帰ってくるぞって時に最高の笑顔で今日はおもてなししてほしいので、うんぱにうんぱにってやります。こうやってやります。こうですね、うーは目を大きく開けてうーってこうやります。うーは目を閉じてで、パーは目と口を開けてパーって限界って書いてパーってやって、最後2は2って言って、その2の時にあの写真撮ると最高の自撮りが撮れますから。いや本当ですよ、これ家でやってくださいね。うんぱにって10回やらないと表情筋が動かないので、10回やってからやるとうんぱにってやるとすごい綺麗になりますから。はい、あと写真撮影もしてるんだったらうんぱにやってからやるといいと思います。スーパースマイルの作り方、口角を上げて歯を見せる、明石家さんまさんみたいに歯を見せて目を細めて心の中で嬉しい思い楽しいって思い込んでやらないと、これだけでは行動なので、これがさっき見えないおもてなしってことです。心の中で嬉しい楽しいって思い込んで笑うことです。これを意識しないとできないです。これが僕の言うスーパースマイルの作り方です。これでもできない人は最後は割り箸加えてください。割り箸加えたら強制的に笑います。はい、で、うんぱに忘れちゃった人は、魔法の言葉があって、最後にこの映像を言えば大丈夫です。ワイキキって言えば終わりです。ワイキキ、うんぱにいいも、ワイキキも、最後にいいで終わればいいです。いい、いいって言えば、こう上がる。ワイキキです。なので、わからない人はこれで、モナリザさんが、割り箸を配るのか、ワイキキか、うんぱにかです。なので、どれか一つ覚えてくれればいいと思います。あと1分だけ大丈夫ですか。はい、これ僕あの DVD を出してまして、ちょっと宣伝になってしまうんですけども、あ、宣伝です。ついに夢の伝道師 DVD 発売決定ということで、101個の夢の叶え方っていう DVD を販売してるんですね。でここに書いてますけど、ちょっと見えにくいですけど、ミッキー氏の波乱万丈ストーリー、僕あの19歳の時に車がひっくり返って死にかけてるんですね。よく若気の至りでですね、スピード出しすぎて泉ヶ岳のところ崖から落ちてですね、車がひっくり返ってそれでも生きてたんですよ。なので一応今足ありますけど、19歳から今49、30年間はもう儲けた人生だと思ってるので、まあ、何かいろんなことを伝えていきたいなというそういう波乱万丈ストーリーで、夢って何だろうとかずっと書いてあって、無職の勧めとか、お父さんと息子とか、失楽力と夢中力、失楽縁ではないですね、失楽力と失敗を楽しむ力ですからね、あの失楽縁ではないですよ。で、夢を持って死んでしまうとか、ある少年の夢とか、お前ならできるかって何だろうっていうふうになってるんで、今これ3980円なんですけど、ここに来てくれた方は消費税込みで2000円で、今日は物がないので、欲しい方は山内さんに言っていただければなと思います。僕2時間半喋ってるんで、プラス2時間喋った他に1時間半の違うところで喋ったセミナーがあるんですけど、4時間ぐらい僕が喋ってるというめちゃめちゃ僕が出てくるやつなので、興味ある人だけ買ってください。でこれはまあ購入してくれた方ですね、お客様とか買ってくれて、まあ、こういう感じで DVD になって YouTube でも見ることができます。はい、で最後です。いいですか、これめちゃくちゃ大事です。やったことはたとえ失敗しても20年後には笑い話にできる。しかし、やらなかったことは20年後には後悔するだけだ。作家、マーク・トウェインって言うんですけども、マーク・トウェインというのはトム・ソーヤの冒険の作家ですね。僕、この言葉を見て思いました。やっぱりやろうって。人に笑われたっていいじゃないって。失敗したっていいじゃん。トライアンドエラーして、そしてまたトライすればいいじゃんって。でも、すべては笑い話になると思います。ネタ作りしましょうよ。人生のネタ作り。ああ、おじいちゃんこうだったな、おばあちゃんこうだったなって。その時のお父さんお母さんはこんなこと笑い話あったね、ハッハッハッハって笑えるようなそんな人生が歩めたらなと思います。ちょっと半分はしょっちゃったんですけど、長時間ご清聴本当にありがとうございました。それでですね、ちょっとプレゼントがあってですね、今日僕帰ってきたやつがこれがあるんですね。ここに書いてあるのが、一生という限られた期間を過ごす中、たった一度だけでもあなたと出会えて本当に良かったって
だから僕、皆さんとお会いできるのが今日が最後かもしれません。いや、本当に僕いつも思うんですよ。明日死ぬかもよって本があるんですけど、いつもそう思ってるんです。今日最高の一日だと思って、明日朝起きたら、やった生きてたっていうぐらいの気持ちでやっぱり生きてるんで、なので今日この詩を書きました。あと生きてるとは思うんですけどね。あの心臓発作とか心筋梗塞とか脳梗塞がない人とか、でも本当にでもそのぐらいの気持ちで明日はないって僕は思ってきてます。だから1秒1秒大切にしてください。で、これを5枚、6人ですね。6人の方にプレゼントをしたいと思います。それで、一番最後に残った人は、ここに名前、ここにですね、名前を、その方の名前を入れて、これをプレゼントするので、あとこれだけ額がないので、名前書くと額ないので、額はあの雑草で買っていただきます。大体そうぐらいで買ってもらう。でも、引き分けの、立っていただいて、引き分けの方はすっと、負けた人は座っていただいて、で、勝った人だけにあのプレゼントして、あの方はここでジャンプしてもらって、じゃあ皆さん最後、すいません、ご協力よろしくお願いします。いいですか、はい、ちょっとあのコートがなしですか、ね、これはイエーって感じなんで、グーチョキパーでいきますからね。引き分けの人は勝った人だけ残って、グーだったらパーの人だけ残ってください。いきます、最初はグー、じゃんけんぽい。もう一回ですね、はい、いきますよ。じゃあね、最初僕が出すやつを言いますから。よくないから、ね、いいですか、僕がこれから今チョキを出します。それを信じるか信じないかは皆さん知っておりますというジャンケンをしたいと思います。いいですか、チョキ出すか出さないかは分かんないですよ。いいですか、一応予定では予報なのでチョキを出します。いきますよ、最初はグー、じゃんけんぽい。あー、ここは信じる方が多いんですね。じゃあグー以外の方はお座りください。はい、行きますよ、次はパーを出します。行きますよ、最初はグー、じゃんけんぽい。おー、どこで裏切るかわからないけど恨まないでください。行きますよ、恨みっこなしでお願いします。行きますよ、最初はあ、チョキを出します。行きますよ、最初はグー、じゃんけんぽい。おー、6名おめでとうございます。おめでとうございます。1人だけ名前書きたいので、この中で1人だけ買った人だけ名前書きます。1人だけね、問題あの全員もらえるんですけど、1人分だけ名前書いて自分で大体そうっていうところで300円ぐらいの額を買ってもらう。いきますよ、パーを出します。最初はグー、じゃんけんぽい。おめでとうございます。信じなかったんです。僕が最後にテクションを作って分かる。そのまま立っててください。今買った方は立っててください。じゃあこれあとここに名前を入れるので、あと出てきます、はい、おめでとうございます。よかったね。なのでもらえなかった方、おめでとうございます。じゃああれですね、まずもらえなかったので、山内さんあれですね、うち不平等カードをもらえなかった方にもし多分渡してもらえれば3年賞じゃないですよ、はい、1分半カードも価値がある、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。ぴったりになってしまったんですけど、もうちょっと、はい、今日はハッピーの時間、大変ありがとうございました。それでは皆さん拍手と同時に、もうちょっと言葉のキャッチボールみたいな形で先生にお話を伺いたいと思うんですけれども、何か伺いしておきたいことがある方、ちょっと手をお挙げください。恋の悩みとかね、あ、いい人いますね。大丈夫ですか、家庭の悩み、恋の悩み、それから上司の悩み、はい、いろいろ、なんか皆さん笑顔でとってもいい顔で終わられたようです、はい、じゃあ質疑応答内容なので、これで午前の会終わりにさせていただきます。ありがとうございました。